なんか、なんで急いできたの？よいしょ。い、映りました。あ、はい。はい、皆さんこんこんばんは。ばんは。今日も10分以上遅れて失礼い13たし分ま遅しれた。て。はおい、願いし今日もおます。集まりいただきありがとうございありがまとうす。ございま今す。日111回目の勉強。そうです勉ね、強会11になり時ですます。はい、ゾロ目ね。ですね。ゾロ目ですね。はい、チャット読んでいきます。ます。サイパンさん、ありがとうございます。カリさん、ミカさん、皆さん、こんばんは。111回、エンジェルナンバーで、エンジェルナンバーで。もう終わりだ。終わりだ。いつオーバー。これこそ本当終わりだ。うん、ねえ、今夜もよろしくお願いします。よろしくお願いします。会えない時のために、こんにちは、こんばんは、そして、つみ。あれ、今日は一番、出だしに来ましたか。トップバッターで。で、締めの言葉が、今日は、最初に来ました。ヨウさん、いつもありがとうございます。かおりさん、ミカさん、いつもありがとうございます。オレンジさん、いつもありがとうございます。こんばんは。友人こんばんは。あ、友人こんばんは。友人こんばんは。友人こんばんは。こんばんは。今夜は飲みに出ちゃってるので、帰ったら見ます、ね。よろしくお願いします。友人こんばんは。前回も飲みに行かれて、なんか急いで帰ってこられたって、ね、言われてますよね。ごゆっくり飲みに行かれてください。ヨサさん、ブラジルですが、昨日の東北ブラジルでのボルソナロイベント、ビデオ上げていただいてますが、一昨日、南部訪問時には暗殺未遂が発生してました。暗殺未遂。めっちゃリンゴについてくるんだけど。キュートした皆さん。すごいね。香り、ミクさん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。キャットコムさん、こんばんは。こんばんは。トヤさん、ありがとうございます。ありがとうございます。こんばんは。確定申告書作りながら聞いてます。やらなきゃいけないのかな、どうなんだろうね。そんな時期ですね。香りさん、ミカちゃん、今夜もよろしくお願いします。よろしくお願いします。キャットコムさん、月が、次は、銀が月へってどういう意味かな。あ、後でまた説明します。ヒルさんがいつも言ってることなんで。キーちゃんさん、こんばんは。1週間が激早ですね。はい。でも、見えないな。ヒルさん、見えない。デモの後がすいません、見えない。でも、あ、すいません、見えない。なんとかが早く来てほしいのも確か。今夜もよろしくお願いします。もぐもぐ。はい、以上です。これ。あ、はい。ありがとうございます。あ、でも、お楽しみが早く来てほしいのは確か。で、今夜もよろしくお願いします。もぐもぐ。サネさん、こんばんは。で、以上です。はい。じゃあ、小林悟さん、こんばんは。こんばんは。来週こそ全てにケリをつけてます。もう、本当に、本当ですよ。もう、本当に、本当に同感に。本当ですよ。まさにそれなんです。まさにそれです。はい。はい。はい、じゃあ、早速いきましょう。はい。はい、今週もいろいろなことがありましたけれども、ヒリデさん、お疲れ様です、はい。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。はい。いろんなことがありましたけれども、トラさんも演説もあったし、トラさんの演説何も共有してないな。まあいろいろありました。なんか、お役もしましたけど、もう忘れちゃった。で、まあまあ、でも、そんなめちゃくちゃ激アツなことは特になかったんですけれども。で、ヒルさんが一回、ね、先週の時に、来週の月曜日、日曜の朝、月曜だったか、にライブしますって言ってて、で、それは期待しててねって言ってたよって、先週、こちらのライブで言ったと思うんですけど、で、その当日になったらまたドタキャンするような、もう今日はできませんって一回言ったのに、そこからしばらくして、やっぱり今日は、Q&A やりますみたいなふうになって、で、その Q&A ライブが、Q&A だけど、今回のこの Q&A は、ゲマで答えますみたいな、答えをはっきり言わないで、しかもフィルさん、本当にどんだけ頭いいのって感じですよ、本当に。
全部瞬時に頭で計算しながら、あの文字計算してその場で言うんですもん。空でどんな頭の中に計算機がある人ですね。やっぱもう本当すごいですね、うん、その人メンサですもんね。メンサ持ってる人ですもんね。もうだからアメリカでもう有数の頭のいい人、うん、ね、本当にすごいですいやだからもうなんかね、あの本当フィルさんが本当処刑されて入れ替わったじゃないかとか、クローンじゃないかとかいう話がありましたけど、絶対無理、クローンにあんなのできるわけがない。本当にもう激しく頭のいい人なんで、もうあの OBS 同じ OBS ソフト使ってるからあのもう音声トラブル起きてる時、うん、もう一家に一人フィルさん欲しいって思いますよ。フィルさん来てほしい。ヒルさんならそう一発解決、一発解決してくれる、絶対してくれる、ね、本当に、うん、いや本当でももうね、みんな感心したと思いますよ。あのこの間のそのゲマで答える、本当に頭で計算しながらゲ、うん、即興で全部ゲマでの文章で違う言葉を組み立てて、あの答えを言ってました、その質問に対して。で、あのでそれに対してあのコメントで、あのブーブー言う人が結構いたみたいなんですよね。で、あのこんなのわからないわみたいな。ちょっとだけ。あ、はいはい。どうぞ。あ、ごめん。こんなのわかんないわみたいな文句言う人がいたみたいで、でそれに対して結局最後。途中でフィルさん結構はっきり言ったんですけど、自分あのフィルさん NDA に入ってるんですよ。そう、その話今日知りたくて。そう、 NDA に入ってるから、あのだからライブしたら本当はダメだったんだと思うんですよ。でもでだからやめようと思ったみたいなんですよ、直前になって、ね、え、最近入ったんですか NDA は。もうその時の、うん、そうそうそう、あの、まあ、いろんなだからいろんな NDA にもともと入ってるものはあったと思うんですけれども、あの、うん、そのライブであの言ったらダメみたいな、そういう話をしたらダメみたいな、そういう NDA に入ったみたいな、正式にその NDA に署名したってこと、ね、そうね、うん、そうそうそう、そういうことです。今まで、まあ、まあ、これは言ってはいいけど、これは言ったらダメとか言う、うん、そうそうそう、だから本来だったらライブをすべきじゃなかったのをあのしてくれたんですよ。だからそのためにあのゲマで答えるっていう Q&A を思いついたみたいで、これだったらできるって思ってやってくれたんですよね。だから本当にありがたいとしか言いようがないんですけど、うん、でもね、文句言う人が いたことにちょっとびっくりですって感じです、うん、私は感謝しかないですね。でそうやってやってくれて、でまあね、あとあの今のところあまり解析進んでないんですけど、いろんな方があのそのゲマで答えた質問が6つ7つあるんですけれども、そのうちの何個かはもう解析してくれてる人とかいて、時々そういうの読んでるんですけれども、まあそれはちょっと後ほどで、でまあそんなこんなでフィルさん NDA でライブできないところをそのゲマで答えるっていうので Q&A をしてくれて、でそう言いながらも結構盛りだくさんで2時間以上やってくれて、で、はい、あの結構いろんなあの最初の6、7質問だけ現場で答えて、途中からめんどくさくなって結構普通にバンバン答えるようになって、うん、あでもだからその言っていいことと悪いこと、うん、その内容によってね、うん、で、最終的にはまあいろんな話をしてくれたみたいな感じだったんですが、まあ、ちょっとその話は後でゆっくり、うん、今日は結構、まあ、情報結構多いっちゃ多いけど、まあ、そのあたりに時間を割けるようにしたいなとは思ってます。はい、じゃあ、フィルさんはこんな感じで、あとはまああれですね、 YG の一般教書演説が話題になっていて、もう17だらけで全部ね、あの映画だよっていうような話が結構、そういうエビデンス的な話が結構いっぱい出てます。でまあね、あのナンシー・ドリューさんが、ね、その時にあのフェンス張られてたよ、フェンス取り除かれてたよみたいなのがあって、でいろんな噂が結構あるんで、もう本当にあの辺
の最近車乗られてるみたいな。あ、ね、ビルさんのね、からの、あ、ビルさんからいただいたお金、お金で、お金で買われた、買われた、そうそうそう、うん、そうですそうです、うん、ね、素敵な話ですよね、本当にね、うん、うん、前は車なしで電車とかでなんか車の行かれちゃう、あ、車の何だったかな、持ってたけどなんか、あ、レンタル、故障してどうとかだったか、うん、ちょっと忘れちゃったんですけど、うん、なんかとにかくあの莫大なお金を払えなくて払わずにいるから手放、多分持ってたけど手放さなきゃいけないみたいな、お金が払えないから、うん、あ、そういう感じだったと思うんですよ、故障だったか、うん、なんだかなんだか、で車がないと困るから、あの、うん、車を持ち続けたいから、あの、っていうのでフィルさんが、クリスマスの時のドネーションで、あの、視聴者の方にお金を配るっていうイベントみたいなのをやった時に、ナンシー・ドリューさんがそれに応募されて、はい、でフィルさんがもう第一番に、一番そのお金をあの、差し上げなきゃいけないのは、うん、ナンシーさんあなただよって言って、ね、あの、そうですね、それで元々のお金よりもいっぱい、あのナンシーさんたくさんお金を差し上げて、その車のに乗れるようにしてあげたっていう、ね、はい、そういういい話があったんですよね、ね、去年のクリスマス、ね、うん、そういう、まあ、そんなこんなでナンシーさんの話もそんなのがあったり、まあいろいろいろんなことが盛り上がったんです。もう本当にいっぱい進んだ感だけはすごいあるんですけど、ね、あの決定的なものがね、なかなかね来てくれないから、うん、まあだからそういうちょっとね、あの楽しい話を少しずつ集めてたものを、あの皆さんとシェアしながら今日は楽しく情報をおさらいしていきたいと思います。はい。ではちょっとまた今日もあの流れとして一番最初にちょっとまあ日付関連の話とか、ちょっと今週の重要ネタみたいなのをお話しした後、その後一回ちょっと休憩でシャッと読んだりとかって思うんですけど、結構今日はその前置きまたいつも以上に多いです。でちょっととりあえずガンガン行きます。はい、じゃあまず、QTM さんからいきますね。はい、QTM さん新しいの入ってたんですけど、ちょっと私もう新しいのちょっともうスルーしたんで、今日の朝ぐらいに入ってたポストのお話になります。はい、でそちらが、ね、スペースは大丈夫です。はい、多分大丈夫、多分、あ、落ちてる、落ちてる、早速落ちてるわ、早いですね。落ちてるわ、入ってた、さっきはあの最初はやってたんですけど、うん、落ちてるなんか変な感じだなと思った。ちょっと待ってね、読んじゃう、あ、読んじゃってください。それはやってくる、 TBS に備えよ、次に何が起こるか見てみるっていうことで、その日時間がまたカウントダウン、久しぶりに今日見たんですけれども、カウントダウンの時間が、うん、あれ、あ、もう完全に終わっちゃった、スペース終わっちゃってるわあのもう切れてるんですね、うん、あの始まった途端に終わっちゃってる、うん、っで、かおりさんのコメントが時間、うんうん、日本時間11日月曜日朝の5時、うん、ちなみにフィルさんの次のライブは日本時間の月曜日朝9時、あ、それね、ちょっとあの9時って書いてるんですけど8時の間違いです、うん、あ、そうなんですか。あのあれなんですよ、日本時間サマータイムが、うん、あの10日の朝2時で終わるんですよ、うん、あ、サマータイムに入るんですよ、今のサマータイムじゃない時間。そうそうそう、だから、今まで、東東部とアメリカ東部との時差が14時間だったんですけど、13時間になるんです、うん、10日から、うん、だから今日9日だから、そういえば3月から、そう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 、だからあと数時間後にあの1時間、うん、あの切り替わるんで、うん、というのでちょっと時間の計算ミスで8時ですね、月曜の予定です。ちょっとごめんなさい、ちょっとスペース立ち上げるので今から、うん、あのガンガン次読んでってもらってもいいですか。じゃ次行きます、はい、何か大きなことがやってくる、 QTM さん、何か大きなことがやってくる、ヒーローの投稿、眠りし者が目覚めた、
イーロンの投稿なんだっけな、それちょっとあれかな、これ前のやつかな、イーロンの投稿引用したえ QTM さん、はい、あそうそう、あそう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 、あそれ、うん、前のやつかな、あはい、まあ、いや、じゃちょっと次いきましょう、じゃ次いきます、うん、はい、もう終わりですね、一応ね、トラス、はい、ね、レースは始まりました。トラちゃんのツルス勝者、はい、ツルス走者ね。はい。でもう終わりだ。It's over と投稿される。はい。でそれそれあそれ下があるんですよ。はい。ゲマがゲマゲマゲマが面白いんですよ。It's over のゲマ。うん。はい、読んでください。うん。はい、これ、はい、もう一番最初、ね、これゲームはシンプル108で、うん、あの55出た、本当だ出たって思って、これすごい、まあ、出た、でこれが言いたかったんですよ、だからもう55ですよ、うん、うん、それが言いたかったんですよ、これあの、It's over はすごい、これは感動的ですよ、55出ました、55出ました、一番でフルムーン満月すごいで、まあの、まあこれはあんまりあれかも、ロスチャイルドも出たと、フリーエネルギー、うん、フリーエナジー、うん、まあ多分55だと思うんですけど、もしかしたらフルムーン満月もあるかもしれないなと思って、うん、で下下がってもらって、でもうちょっと下下がってもらえますか、で、ちなみに月が気になったので調べた見たところ、次回の新月は3月10日うん、で満月は3月25日ですよ、で満月、さっきのトラさんのやつが満月だったとしたら3月25日を示唆してるかもしれない、でもうで、まあ、新月っていうのが3月10日で、まあ明日、これアメリカ の, あの、月の表なので明日なんですけど、うん、そうですね、3月10日が新月なんですよ、で、あの、その3月10日からラマダン、イスラム教のラマダンが始まるんで、本来だったらね、あの、そのいろんな噂から言うと、ラマダンまでに、ラマダン中に RV はないと思うっていうのが、あの、ね、一般的なに言われていることなので、ラマダン前に。ラマダン中に RV したの。あれ、そうだった、そう言ってたっけ、そうそうそう。前そう言ってましたね。そんだけでも今最近あのいろんな方がおっしゃってるのラマダン中にはないと思うから、うん、その前にないといけないっていう人が人の話をよく見るんですけれど、うん、そっか、クエートはその辺の話が混在してるんです、あそっか、クエートはそうだ、そうだ、うん、前回か前々回そんな話しましたね、そういえばね、うん、うん、そうなんですね、うん、そうですね、ね、でだからあのこれ月見て思ったんですけど、やっぱラマダン、そのイスラム教はこの月の満ち欠けとかで、あの、のその旧暦で、あのこういうあのイベントが決まる形になっているので、だからこの新月からの、3月10日から次の新月かな、4月8日までの間がラマダンですね、うん、はい、なんか一回昔、イラン人の人と、仕事じゃないんですけども、あの、まあ、親戚付き合いの人の紹介でたまたまなんかちょっと一緒に食事したことがあって、その人ちょうどラマダン中でラマダン中で、あの水しか飲まなく、うん、水しか飲まなかった、でも夜になったら食べれるけどって言って。やっぱりラマダン中は、うん、やっぱ昼間は、日中はご飯食べたらダメ、夜になったら、夜だけは食べれる、あ、そうそうそう、夜に食べる、あの、ね、太陽が沈んだら食べれるって言ってましたけど、ちょっと合ってるかわかんない、そう言ってました、一日一食になる、そうそうそう、夜だけ食べる、そうそうそう、私はもうラマダン中1ヶ月何も食べないのかと思ってて、この時は最初はって聞いたら夜食べるんだったら、じゃあ全然足したあれじゃないなと思って日が出てる時に食べたら、ね、そう、日中食べたらダメ、うん、
水だけ、そうそう、日中は水、そう、日が沈んだら食べていい、ね、うん、うん、どうしよう。でもなんか横でガン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 ランチ食べて、こっち、うん、でも水だけで横で飲まれて、ちょっと申し訳ないなみたいな気持ちになったの、やりづらかったの覚えてますね。はい、はい、そうしましたら、はい、次 TBS、 はい、はい、テイクレディーさんからね、はい、8日また EBS テストだ。このテストは他のテストとは言い回しが違う。うん。ね。違う。なんかいつもより文章長いし。うんうん。あ、これ私、ね、あれ色々書いてる。うん、そうですね。これあれ日本語の方入れてない。そうですね。うん。あ、入れ忘れてね。はい。うん、めっちゃ細かく、うん、いろいろ感じです。うん、はい。そういうことで。まあ、真ん中より下は、うん、これはテストです。これは、うんうんうん、緊急警報テストです。テストですみたいな、うん。これは単なるテストです。ね。うん、こんなのテレビに急に出てきたらね、うん、すごいですよね。はい。ギャーです。ギャーですよね。ギャーです。ギャーですね。はい。次、海底ケーブル切断。はい、崩壊です。よし、この辺も着々と進んでるみたいです。うん、こちら、世界的なインターネットと通信サービスを提供する公開下の、複数のケーブルが切断された。香港拠点とする HGC グローバルコミュニケーションズの報告によると、アジア、ヨーロッパ、中東間のデータトラフィックの4分の1が影響を受けているという。同社はデータトラフィックの迂回を開始しているらしいですね。来ましたね。はい、こういうのもいろいろ進んでいますよ。はい、じゃあ次。フィルスさん。フィルスさん。はい、こっちね。こちら、フィルスさんのこれね、これ、ね、撮ってくれてる人がいたら、これ写真がね、撮れなかったんで写真撮れないわと思ってたんですけど、うん、一番最初にこれを私がテレグラムに投稿した時はリンクから見てくださいねって言ってたんですけど、これフィルチャットで見つけたんですよ、この画像ね。で見つけたんでフィルチャット、これ飛行機の、そうなんですよ、それもまたちょっともしかしてみたいな憶測がいろいろ飛んでるんです。でハワイ行ったみたいな憶測が出たりとかもしてますけど、それは分かんない、その後そういう話じゃないんで分かんないんですけれども、膝立ててる姿勢はですごいね、お行儀悪いんですね。15ね、うん、15ですね、うん、でちょっとこの手のピースもあって足して17とかいろんな話があるんですけれども、うん、まあ、15日だと思います。3月15日を示唆してると思います、これは、うん、普通に、うん、3月15日でしょ。でそのまま、あ、で、こんにちは、私は3月15日金曜にトラさんのツイートが来るのではないかと期待しています。金曜日なんでね。で3月中旬で米ドルが新紙幣に変わるという情報が複数のところからあります。え、次行きましょう。あ、いや、さっきのところの下ですね。あ、でも大丈夫、いいですよ、もう読む。 でフィルさんが 2,3 週間後にハワイに行くと言ってからちょうど2週間後ぐらいになる。3月の、1日とかそのぐらいだったと思うんですけれども、その時にハワイに行くのは、カップルオブウィークスって言ったので2週間後ぐらいで言ったんですよ、うん、だからちょうど15日ちょうどね、そんなもんじゃないですか、ハワイに行くの、うん、ですよね。だから、まあ、15日結構もうかなり私はフォーカスしてるんですけど、ね、で米ドルの紙幣に変わるのもその3月中旬なので、その辺でてくれないといくらなんでも、うん、と思います、うん、はい、でちなみにそのまま、あ、そうです、まだあったんです、これ下がっていただくと、うん、今度ねこれが、ティボーってハッシュタグ入れてるんですよ、フィルさん。このティボーっていうのはこのなんかそのユニフォーム着てる背番号15番の人の名前みたいなんですよ、ティボーっていう人が。でそのティボーってかっていう書いてたんですよ、ハッシュタグ でそのティボーも絶対これゲマレってことだと思うんで、ゲマらしていただいたところ、うん、
ところ、それがもうやっぱ15なんですよね。でもやっぱ15なんですよ。うん。で、7もであるんですよね。7、today、15。で、please。please。バラコバ、アマオ、ダーラム、うん、ソーラ。まあちょっとは分かんないですけれども。まあ気に、もう多分15ですね。15です。15日でしょ。フロリダは何でしょう。わかんないですね。ちょっとわかんないですけど、ね、ちょっと気になったんで一応入れたんですけど、うんうん、はい、じゃあ次、キリストキリストエクセス、こちらが、これ今日の朝の投稿でキリさん次のライブの告知だったんですけれども、日本時間の月曜日の、あれこれさっき言ったね、どこだっけ、9時から、まだ言ってない。あ、まだ言ってない。うん。9時からの予定、でもこれが9時じゃなくて、8時。8時なんですね。8時からなんですね。で、これがなんかその、いつもだったらランブルローカルズ D ライブなんです。Q ストリーミングなんですけれども、X と Facebook が入ってるんですよ。うん、下探して。X でもライブできるようになった、最近なったみたい、なったみたいですね、うん。X でもやるんですよ。ね、うん。X でやるらしいんですよ、今回。ロットスティールさんとかが X でライブやってる時もあるみたい。ああ、うん。なんか前やろうとして、なんか、つながりが悪くて、うん、ちょっとつながり悪いか、3時間になりますみたいな言ってる時あったから、ああ、はいはい、X でライブできるんだってその時思った。できるらしい、できるよ。うん、多分最近できるんだって、うん。ですよね、スペースだけじゃなくてライブができるみたいな、うん。それをやるみたいなんですよ。次の月曜日のやつで、はい、でも。ねえ、もうで Facebook でもやるみたいなんですよ。Facebook ライブありますよね。やってる人たまにいます。いますよね。ナッシーさんもそうです。ナッシードリューさんもそうですね。うん、なんかインスタもありますね。インスタライブ、うん、あります。芸能人。そう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 。ね、インスタはなんか1時間までしかできないらしいんですよ。あれ1時間ぐらい。私最初YouTube バンされた時にインスタでやろうかなってちょっと1回考えたんですよ。うん。うん、まあ、なんか1時間までしかできないみたいな。うん、あ、じゃあダメだ。全然足りない。足りない。あ、無理だわと思って。途中でボツって切れる、ね。すぐ却下だったんですけど、最初ちょっと1回考えたんですよ。いろいろランブルでやろうかとか、ニコ生でやろうかとか、いろいろ話してた時に、ちょっと候補で思ったんですけど。うんうん、まあ、で、この媒体全部で同時配信で。うん、みたいなんですけど。そんなことできるんですね。イビエ、まあ、フィルさんなら何でもできる。イビエスって、ちょっと思っちゃって、もうこれは。だって、X でもやるのみたいな。この今までやったことないんで、今まで、ランブル、ローカルズ、D ライブ、Q ストリーミング、この4つですね。X と Facebook でもやるらしいですよ。うん、なぜそんなに広める必要があるみたいな。ね。うん。というね、のをやるらしいです。ということで、はい、次。これ上から行きます。あ、ちょっと変なとこ行っちゃって、一番上から行きますね。はい、こちらが一番上。あ、それ一番、あれ、これが一番。あれ間違えた私。あ、一番、ああ、もっと上に、もっと上、そうそう、一番上、はい、それそれ、はい、あ、これ、そうですよね、待ってますね。これこちらフィルさんの投稿で、ダンちゃんが昨夜インスタにこんな投稿したっていうことで、でトラさんがトラさんの紋章、トラさん家の紋章のシンボルマークを地面に掲げて歩いているのが見える。で、トラさんの紋章の意味は Never Give Up。決して諦めないだということで、うん、フィルとトラさんの人生は両者が経験している、
法廷闘争に関して互いに非常によく似ている、決して諦めないことを思い出させてくれる、彼ら2人とも毎日私たちのために戦っている、そのことを忘れないでほしいって書いて、どうぞどうぞ全然書いて、で、そのあとフィルさんがその下に、エース、アイズ、ワオ、イーグルというわけのわかんない投稿をしたので、もちろんゲマでということだなって思ったんですけれども、うん、分かんなくて、そしたらフィルチャットでめっちゃこれね、これまとめてね、ゲマってる人が結構多かったんですけれども、絶対そうじゃない、これ一つずつゲマってなんか文章だなって私も思ったんですよ。でも自分でそれを一つずつ調べる根拠はなくて、そしたらすごい素晴らしいこれを解読した人がいて、でこれはビーレディステイカームです、うん、一つずつゲマって言ったら、だから落ち着いて準備をしてくださいってヒルさん私たちに教えてくれ言ってくれました、うん、もうこれで間違いないと思います。ということでビーレディステイカームです、うん、もう落ち着いて、もう準備だよ、準備してねって、うん、いうことですよ。すごいですね、うん、すごいです。はい、じゃあ次、ネバーギブ。あれこれ一緒ね。あ、ごめんなさい、間違えました。じゃあこれさっきと一緒なんで飛ばします。これ重複しちゃう、さっきの重複しちゃう、はい、じゃあ次、まあこれも重複してますね、これもいいね、満月の新月もそれさっき言ったんでいいですね、はい、で次ベンフルさん、はい、ここでまた15出たんですよね、また出る、ね、出たんですよね。じゃあこれ買ってもらっていい？で、ベンジャミン・フルフォードさんね、うん、これ今日です。で、ベンジャミン・フルフォードからのインタビューのためのメールが届いた。この方に本当にベンジャミンさんからメールが届いた、うんうんうん、ベンジャミンさんからこの方にデビッド・ニノ・ロドリゲス、はい、インタビューの依頼のメールが届いたっていうことなんですね、うん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 、で彼は米国は大規模な出来事を経験しようとしていると主張した、うん、カリフォルニア で大地震が起きるかもしれないと思うので、そういう話前からありましたもんね、はい、うん、で彼はまた3月15日が EU 大崩壊の始まりとなる可能性があるとも言っている。あ、そうですよ、フルフォードさんは近な情報筋持ってらっしゃるんでね、うん、そうじゃないですか、うん、あっていうことね。はい、どこぞの銀行の銀行員の人が、うん、15日から、うん、新紙幣に変わる、そうそう、新紙幣を、うん、中旬からって一般の人たちに配り始めるのが15日からっていう情報もいろいろ、ね、新紙幣の話はすごいそこら辺のターゲットの日程がめちゃくちゃ出てきてますよね。その時20人、ね、政府閉鎖、政府一部閉鎖、BTFT よく出てきます、うん、銀行への緊急融資のこと。で、BTFT が取り上げられた後、政府が3月22日にシャットダウンしたが、地方銀行はどうなるのか誰も聞かない。公務員は全員請求書を支払うために銀行から預金を引き出さざるを得なくなる。ちょうど税金を払わなければならないときに地方銀行の流動性を失うことになる。ね。っていうね、3月22日ですね。うん、ここら辺もその、だから今週の週末、今週は、15日前後の週末か、その次の週末かみたいなね、ここら辺もちょっと注目されてる日程ですね。3月22、政府閉鎖の期限が22なんですね。で、22にはもうアメリカの政府のいくつかの省庁が、うん、の電気が消える。そうそう、はい、いいですか。
長老。これ買いの中国のゴールデンドラゴンファミリーは世界の借金を完済した。中国の長老たちはフィリピンに住む多世代にわたる中国の家系で構成されており、何世紀にもわたって何世紀にもわたって世界の金の約 90% を所有し、その責任を負い、金融システムの確立のために各国の金を貸し出していた。世界通貨リセットと RV による資金放出を担当した5人の中国のトップ長老がいるということで、もう完済したということなので、もう準備 OK、 全部長老さんもやってくれました。はい、じゃあ白い服ですね。うんうんうん。白い服ですね。うんうんうん。昨日の YouTube の最後にフランクが何をしたかを見てくれ。白をよく着て、全身白で、うん。うん。もし彼が手袋と帽子をかぶり、全身が真っ白なら、もう終わりという合図だそうです。うん、で、フランクの YouTube からの引用。私たちはあるべきところにいると心から感じている。いい気分だ。幸せだ。そして言ったはずだ。私が真っ白な服を着ているのを見た時には、見た日には、私たちがどれだけ真っ白に近づいているかをあなたにお見せするつもり。そして可能な限り白衣を脱ぐことに近づくにつれ、いずれまたあなたと会うことになるだろう。この4年間は大変だった。仲間にも会えず、それは感じ。INA も見ず。トレードウィンドも感じられず。しかし私たちは近づいていると心から感じている。全身真っ白。白いお帽子に白いスーツ。白い手袋。真っ白でした。このような入れたちだ。フランクさんいつもおしゃれですよね。ね。うん、2色、ね、あ、2色これはいいですね。これ話しようと思ったんだけど、これ先週のやつです、うん、で2色またちょっとおさらいとして、はい、4月8日が2色ですね、うん、はい、でこれは先週のやつなんで、うん、大丈夫です。せっかくなんでちょっともう一回ちょっとやりますね。これ先週フィルさんが先週このライブでお話ししたんですけれども、先週のライブの時に、なんかローラーダービーが起ころうとしているって言ったんですよね。で、ローラーダービーって一体何って、ゲマレってことかなと思ったら、そのゲマったら日食が出ました。で、日食の、ね、なんか日食に伴って、なんかね、EBS の準備みたいなことしてくださいみたいな、なんかそういう、お話がアメリカで、警報が出たみたいなそういう話があったので、その日食に結構注目すべきじゃないかと思いまして、でそれが4月8日です、はい、ここまでなってほしくない。もっと早い、どっちでも3月中にいろいろ決着つくと思いますけど、その4月8日は8日で何かあるんじゃないかなって、はい、うん、はい、じゃ次バノン。素敵な写真。トラさんのムーブメントがイタリアのディープのステートに勝利。今の私たちを止めることはできません。パチパチパチ。そうですね。うん。うん、ディープマット。はい。うん。だからね、うん、イタリアのDS に勝利っていうことは、うん、だからフィルさんがね、半年ぐらい前にイタリアに行かれてて、で多分そこら辺のお仕事と多分関係してると思うんですけれども、はい、もうだからイタリアの DS に勝利したなんで、これすごいことね。はい、
バノン、うん、もう一個バノン。ジム・ジョーダン議員、過去共和党は、アメリカ国民の購買情報や企業活動を追跡するあまり知られていない政府のデータポータルに注目している。ジョーダン議員によれば、このポータルは国内安全保障同盟協議会 DSAC と呼ばれる。米国政府の公共パートナーシップ組織によって運営されており、パートナーシップのメンバーと指定された政府関係者のみがアクセスできる。ね、これこういうのやっぱりあるんですよね。うん、だから NSA の件とあのそうなんですけど、それのこのそういうデータ集積専門の機関がやっぱりあるんですよ。で、それを政府が運営してるっていう、これも暴露きますね、もうすぐねっていうことのあのべきかなっていうかね、ジム・ジョーダンが暴露をスタートしてくれるんじゃないかっていうことで、でちょっとここであのちょっとお話変わって、バノンさんのやつが2つ続いたので、あのバノンさんがザ・ファイブだよっていう話をちょっとしたいと思います。で、ザ・ファイブっていうのは、フィルさんが昔からあの話してたんですけれども、ザ・ファイブっていうのは、アノンたちの中のトップアノンの5人がいて、でそのもうね、フィルさんが今みたいな地位で、もう今だったらもう皆さん本当にあの、ま、おそらくここで今このライブ聞いてくださってる方たちも私と同じ認識で、フィルさんが、まあ、あの、まあ、旧の、 あの、一番最初のスタートに関わった人であり、あの、その日のトップからの指示でその EBS を行うとか、そういうことを任されてる人であることはあのもう確定的なんですけれども、もう半年前、1年前にこの話を私がするともうバカ扱いされてたんですよね、ずっとね。でも私はずっとフィルさんのライブを見てるので、あのもうあの間違いないと確信してたんですね。でそんな時にあの、ザ・ファイブっていうのがそのトップアンの5人 でその5人を取り仕切ってるのが自分だってフィルさん言ってたんですよ。でまあ、それも言っても誰も信じないみたいな感じだったんですけれども、私はもうフィルさんのライブを見てたので、もうそれを私はちょっと信じてて、でも今はそれは間違いない揺るぎない事実だっていうことがもう確定的なんですけれども、そのザ・ファイブの5人っていうのが誰かっていうのをずっともう何回も何回も Q&A のライブがあるたびにいろんな人がいっぱい質問して、質問の仕方がおかしくてちゃんと答えてくれなかったりっていうのがいっぱいあったんですけれども、うん、今ね、あの、5人のうち4人は判明してるんですよ。うん、でもう1人がわからないってことになってたんですけど、やっぱり判明してるんですよ。私ちょっと分かったんですよ。分かっちゃったんで、ちょっと今日その話をしたいと思います。で、まず、あの、ザ・ファイブ、トップアノン5人。で、フィルさんはそのキャプテンなんですよ。だから、引っ張ってるのは分かる。そう、ザ・ファイブ5人プラスフィルさんなんですよ。うん、あ、じゃあ、ミカちゃん覚えてる範囲で5人言ってみてください。カシュパテル。カシュパテルぐらいしか思い出せない。あ、分かんない。うん、で、フリーさん。フリーさんも入ってます。入ってます。で、スカビーノでしょ。うん、で、もう一人バンドなんです。バンドなんです、うん。だからもうこの4人が悪なわけないんですよ。ザ・ファイブなら。フリーさんより上ってことになってる。あ、上っていうわけじゃなくて、その、うん、その人たちを、まあ、とりあえずキャプテン、取り仕切ってるキャプテン。上っていうわけじゃないよね。うんうん、どう考えても、あのこの 4人の方が上だから、立場的には、ね。まあ、その5人の中では、5人のグループ。グループの中で、フィルさんが、だからフィルさんしかできないことっていっぱいあるから、うん、だからその、頼まれ、その人たちに頼まれたことをフィルさんが。やるっていうような感じですよね。でも、まあ、一応キャプテンっていう地位で、あの、ザ・ファイブプラス1で6人だって言ってたんで、私はその、で、あと1人を1人、まあ、その5人の中のリーダーっていうわけではなくて、リーダーっていうわけではなくて、ね、その分野に特化した。特化した、そう、キャプテン。ウィルさんが中心に行ってるってことですね。はい。まあ、それは旧
要はもう9ね、はい、で、まあ、あのでも9はもっと人数はいるのでそれだけじゃないけどその中のトップの5人ということですね、うん、9の中の、はい、であと1人なんですけれどもなんかね今まで の, あの Q&A の質問をちょっともう一回読み直していろいろあの、見直してたんですけれどもでやっぱり、スノーデンですかっていう質問が一回あってそれにイエスって答えてるんですよフィルさん、うん、だからあと一人はスノーデンっていう人がいたり、うん、フィルチャットの中ではスノーデンっていう人がいたりあのまあなんかあのいろんな意見があるんですけれどもアサンジだっていう人がいたりとか、うん、あのスティーブ・ジョブズだっていう人がいたりとか、うんね、そういうふうな人じゃないかっていうふうに言われてるんですよね。でそれは生ジュフィルさんがあのスノーデンですかって答えにイエスって答えちゃったからなんですよね。だからちょっとなんかおかしくなってるんですけど、うん、それはスノーデンは自分だから、うん、だからあのイエスって答えちゃったみたいなんですよね。あ、うん、だけど、うん、もうだいぶ昔の話です。あの1年ぐらい前の話です、うんね、答えちゃってるんですよ、うん、でもあのだからそれはちょっと忘れて、うん、でもう一人あの一つあのフィルチャットでいろいろ調べてたら、うん、あのはっきりしたことが分かったんですよ、うん、あの これにこう答えたフィルさんはみんないろんなことをことこまにね、うん、あの分かったことをその時に書き留めてくれてるからそれをちょっと見出していったんですよ、うん、そしたら、もう一人は、何ロバート・デイビッド・スティール、うん、誰でしょう。でその人はね、もともと軍、退役軍人の人で、うん、写真みたいなね、多分。ザ・ファイブのもう一人ですよ、ね。はい、そうです、そうです。うん、はい、そうすると間違いないです。うん、ロバート・デイビッド・スティールさん で、その方はもともと退役軍人で、その後、CIA の中で、なんだったっけな。まあ、あの結構上の立場にいた人なんですよ、うん、で、なんですよ、うん、前任なんですよって言ってホワイトハットの協力者なんですよ、うん、で、その後あの、まあ、引退後、うん、あのヒルさんみたいな感じでポッドキャストやってあの、うん、ポッドキャストをやって、うんライブとかやってで、まあ、陰謀論的なあの、うん、ヒルさんと同じようなあの配信をされてたんですけれどもあのフィルさんがこうやってバーッと皆さんの中で有名になる前2021年にレムディシビルのせいで亡くなったんですよ、うん、亡くなった？亡くなったんです。もう亡くなったっていうことになってるんですけれども、うんうん、あやっぱりその後のフィルさんのいろんな質問 Q&A を見てると、まあ、あのロバート・デイビッド・スティールさんはまだ生きているのかって生きているんですよ。だから死んだことにした方が良かったからあの、うん、そういう形になったみたいなんですけれども生きていて2021年の、8月だったかな、はい、なんですよ、うん、でその方なんですよ。ちょっとまたあの写真とかまたあのポストであげますけどちょっと今日は間に合わなかったんで、まあ、ちょっと話長くなりすぎた。でもあの間違いないです、はい、であのザ・ファイブのもう一人はロバート・デイビッド・スティールさん。はい、いっぱい調べたんで、うん、はい、それで間違いないと思う。でそれがザ・ファイブで5人で、うん、めちゃくちゃ重要な人物なんですよ。その人はだから元 CIA にいた人だから、うんうん、だからもうで、CIA にいた時フィルさんとも会ってるんですね。なんかフィルさん仲いいんですね、うんうん、そうそうっていうね、うん、であの死んだことになってるけれども、うん、今も協力している、はいなはずです。あのだから一応いないことになってるけども、うんはいうん、死んだことにしといた方が都合がいい人はいますね。そうそうそう。で、調べたら NSA にも行ったことがあるで、あの、うん、ヒルさんは NSA にいて、でその時にあの、プリズムを開発しましたね。で、うん、あのその後フリンさんもが一回 NSA の長官になってるんですよね、うん、でまあちょっとそこら辺が全部もうそのそういう悪いところに一回入り込んで
あの その裏側を見てあの全部事実を知っている人たちなんですね、この人たちっていうのが全員が。というね、でその人たちが、はい、です。はい、ちょっと、話戻します。ちょっと思ったより長くなっちゃった。はい、じゃあちょっと戻しまして、NHK。話題がガラッと変わります。ガラッと変わります。急に NHK。じゃあそうしましたら、からミニキュースターシップさん、国営放送で何にもかかわらず、あたかも国営放送であるかのように振る舞い、日本国民から視聴料を強引に徴収続けている最低最悪のテレビ局の一つ、NHK でさえ変わりつつ。ね、すごいですね。うん、これ、実際のテレビがスクショ、うんうん。で、官僚は D の S に牛耳られていると字幕付きで放送していました。字幕。牛耳られています。トラさん、トラさん、うんうんうん。ディープのステート、かっこ闇の政府に官僚機構が牛耳られているという字幕が出ました。これ NHK。NHK。NHK ですよね。ここに NHK ニュースって出てます。こんな感じで変わってきてます。こんなの放送されたんです、うん。見たかった。いや、見たかった。うん、おい。話がガラッと変わりましたね。すごい変わってきましたね。すごいびっくり。はい、じゃあ次、うん、はい。なんでここにこれを入れたのかちょっと覚えてないけど、うん、ちょっと一回次の話に行くのにここにちょっと入れようと思った。じゃあ次、はい。中国。こちら本日より、うん、本日より中国は人民元とドルの取引を廃止。これすごいことですよ。ね。はい。で、これが、これゴルディロックス。香港はデジタルトークン化し、トークン化された預金をサポートするホールセール CBDC プロジェクトを開始。また香港はプロジェクトオーラム 2.0 で、プライバシーしデジタル通貨を推進している。一つの扉が閉じれば別の扉が開く。香港の時価総額は30兆ドルを超えている。米国の時価総額は46兆ドルを超えるが、金に裏打ちされたデジタル経済の中で、金本位制のプロトコルを利用し、公平な競争条件の下で、現地通貨での取引を行う動きは、世界の東半分に通貨価値をもたらす上で大きな役割を出すだろう。中国本土は香港にとって最大の貿易相手国である。新たに開始される香港ドル人民元デュアルカウンターモデルでは、まず24社が人民元カウンターの、提供を開始する。これにより香港の投資家は人民元で取引をできるようになる。他上の一線が引かれ、今日私たちは各国が一線を越え始めるのを目撃しようとしている。これもうすごいですよね。サンドマン作戦進みまくりですよね。ですね、うん、もうあの人民元ドルとの取引廃止。はい、じゃあ次。ね、うん、これ、あ、これ私読みますね。これ 図を出しておいてください。はい。じゃあこれ図はい、それ出しておいて。で、こちらフィルさんですね。これ X 投稿をこのなんとかっていう方の X 投稿を引用されてました。で、2019年に初めて投稿されたこのシルバーロードマップチャートは今も道を示している。2022年には完璧な、バックテストが行われ、現在は青いブレイクアウトラインの真下に位置している。今準備し始めている、今からジャンプする準備をしている状況だっていうことなんです。ちょっとね、これに対してその下にフィルさんがめちゃくちゃ重要なポストされてたんですけれども、これ、ちょっと文章が長かったんで、翻訳を全部一から自分で文章で書くのがちょっと嫌だったので、フィルさんが転送できるようにしてくれるまで待とうと思ったけど、結局転送ならなかったので読みます。機械翻訳したやつのスクショ取ったので読みます。これもその翻訳も全部、
コピーできないんですよね、ヒルさんのチャンネルは。だから、うん、そうですよね。規定されてるとそうできない、できないから。だから、そうそう、そうなんですよ。で、それを読みます。今のこのチャートについての話なんですけれども、このチャートを詳しく見てみましょう。少しの間、青いブレイクアウトラインに注目してみましょう。この線は境界線であり、銀がこの線を越えて上昇し、短期間、例えば3から6ヶ月そこに留まると、スポット価格はあらゆる可能性を、取り残してしまうことを示唆しています。逆に下がっていく。青いブレイクアウトラインは下がり続けます。わかりますか？なぜなのかご存知ですか？これは現在の地政学的環境に加え、銀行業界の不安定性、インフレの上昇、銀の供給不足が原因です。以前に何度も述べたように、ここが重要。何度も述べたように、銀がテスラのバッテリー、スペース X の技術要件、メドベッドで、太陽光発電装置などの目的に使用されると、メドベッドに使われるから、なんですよ。これから需要が増えるって言ってた理由の一つ。うん、あ、なんで出せない、ないんですよ、これ私。うん、あ、ないんだ。ないんです。もうこれは、私投稿もしてないんですよ。投稿もしてないことを読んでるんですよ。あ、はいはい。できなくて。あ、はい。うん、フィルさんが投稿してくれるのを待ってたんですけど、やっぱ投稿してくれなくって、別チャンネルに転送してくれるかなと思ったんですけど、うん、うん、うん。してくれなくって。この長文を、私、一から全部自分で書くの嫌だったから。はいはい、あ、なるほどね、読むだけにしよう、転送できないからね、うん、そうそうそう。で、以前にも何度も述べたように、銀河テスラのバッテリースペース X、 あ、違う違う、読んで、で、使用されるとその銀は破壊されます、これも何回も今まで言ってたことなんですけれども、将来のアプリケーションで再利用することはできず無効になります。それを知っており、シルバーは複製できない、そして今後も複製されないことを知っているため、それは神の鋳造物であり、人間が同じ効果を持って複製することはできません。シルバーの供給は非常に有限であると考えられます。だからシルバーはすごいんですよ。金はそういう使い方されないけど、シルバーは公共製品に使われて、でその後消滅するので減っていくんですよね、この世からどんどん。うーん、うん、だからそのフィルさんがずっと言ってるんですよ。で、一度使用するとなくなります。私たちは文字通り驚くべき速度でシルバーを破壊しています。供給が不足するとどうなりますか？需要と供給の要素が関係します。銀が不足すると価格はどうなりますか？トゥーザムーンで、ここでトゥーザムーンなんですよ。でもずっとフィルさんは銀の話をするときにトゥーザムーンって言うんですよ。もうだから月まで登るぐらいまで突如急上昇しますって、急騰しますってずっと言ってて、でそのタイミングになったら今度こそトゥーザムーンです。でこれが青い線が下がり続ける理由です。銀を中心とした回転要因は今後も銀の将来予測価格に、寄与し続けます。そして円錐形の円筒形の二重線のグラフィックが見えますが、なぜ、底部はあんなに大きくて上部は細いのか分かりますか？これはこの円筒形のグラフィックが銀の価格の将来の経路を表していることを除いて、上記と同じ、概念によるものです。なぜ下の方はあんなに太いのでしょうか？これこの今映ってるね、図について話してます。なぜ下の方はこんなに太いんでしょうか？当時の予測不可能な銀の価格に価格に、関連する、酌量すべき、あ、大丈夫です、大丈夫です、要素のため、なぜ上半身はこんなに、シルバーの価格経路は一つしかなく、非常に狭い専用の経路であるためです。トゥザムーンということで。だからトゥザムーンなんです、いう話をフィルさんがちょっと長文で書かれてたんで、ちょっと翻訳書く記録になっちゃったので、はい、じゃあということなんで、だからもうずっと同じことフィルさん言い続けてますけれども、もう2年ぐらい前から、はい、で、とにかくこのテスラの事業、メドベッド、そういったものに銀は使われる、はい、そして消滅する。だからどん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 これから需要が増えるに決まってますよね、どう考えても、はい、上がらないわけがないんですよ。だから金よりも上に行くってフィルさんはずっと言ってるので、金以上になる、金以上になるっていうことはもう今、ね、もう10倍以上に
になるでしょう。それどころじゃないです。はい、では次、次、金融、はい、緊迫中。速報、バンク、連邦準備制度理事会 FRB のジェローム・パウエル議長の驚くべき発言により金融界は緊迫している、銀行の破綻が起こると予想している、過去月曜日に BTFP が終了する場合、こんな感じでいっぱい。これがジェローム、あのパウエルさんが言ったっていうのがすごいこと。そうですね、そうですね、FRB 議長のパウエルさんが銀行の破綻が起こると予想してますよ、うんうんうん、って言ったんですよ、うん、これは映画ですね、これはうん、映画的ネマチック、うん、次、ニューヨークコミュニティバンクオープ、うん、これは絵的にすごいの、ね、で、絵的に素敵な、これ見ます。あの、下、図を出してください。そうです、ね。でかすぎますね。でかすぎて収まらないな。長い。長い線が長い。落ちすぎて、うん。ニューヨークコミュニティバンクオープの株価は、本日 42% 暴落し、42% です。うん、取引停止。45% っていう情報もありました。あったんですよ。うん、これ、2日ぐらい前ですね、うん。で、ニューヨークコミュニティバンクオープ、株価 42% 暴落で取引停止、うん、はい、なりました。84秒で 45% 下落したんですね。わお、すごい。うん、で、この後に何でしたっけ、無入試ですね。無入試、うん、あ、無入試の話がありましたね。取締役に指示 し,、うんうん、しましたね、うん、で、トラさん政権の何、トラさん政権時代の国務長官、はい、はい、なんか忘れたけど、国務長官のようななんだろう、あの役職の、うんうん、それに近いの役職の、うんうん、次、銀行は、何か言ったら、ね、ね、トーンテキスト、今日はいっぱい情報を出してくれてましたね、テキサスネクさん、うん、で、今日ですね、うん、テキサスネクさん、月曜日から銀行が限界体制に入ったので、もう少しだと感じている。通知が来るかもしれないが、両替はその数日後に返す。これ1個目、うん、ね。月曜日から銀行が限界体制に入った。で、まだまだ。あ、ちょっと後で別のところで出てきます。別のところで出てきます。はい、で、続きはまた後で。うん、うん、続きはまた。で、バンクオブアメリカ、こちら、フリックス、バンクオブアメリカ、米ドル暴落の警告を発する、経済混乱のさなか、バンクオブアメリカは米ドル崩壊の可能性について警告を発した。バンクオブアメリカが米ドル崩壊の可能性について、さらにこれによりブリックスは脱ドル化の取り組みを世界中に広めることができ、米ドルの暴落によりブリックスは他の発展途上国を脱ドル化に導くことができる、いろいろ、うん、いろいろですよ。バンクオブアメリカが暴落するよっていうふうに警告してたら聞いた方がいいそうですよ。あで、誰かが通知した、聞いた方がいいですね。あの X に投稿して海外の人が、あ、うん、聞いた方がいいそうです。聞いた方がいいって、ね、ゴールドテレビ、え、これだ、うん、これ、それ、うん、パウエル米連邦準備制度理事会 FRB 議長は商業用不動産セクターへのエクスポージャー摘発爆のために破綻する銀行も出てくるだろうと述べた。金が輝き始め、ドミノ倒し。誰が想像しただろう。ね、もう金はもう最高値、史上最高値。
今ね、に進んでますからね。はい、次ゴールドマンサックス。これ日本のヤフーのヤフーニュースで、ゴールドマンが日本の銀行業界から撤退へ、4月15日付で営業終了。米ゴールドマンサックスグループが日本での、銀行業務から撤退することが8日分かった。すでに新規取引を停止しており、4月15日付で営業を終える。事業主体であるゴールドマンサックスバンク USA 東京支店が2月29日で、銀行業廃止の報告を出した。預金の受け入れを含む全銀行業務についての新規取引を停止する。いいね。いい感じですよね。いいですね。これはいい感じ。進んでますよね。進んでますよね。うん。ブラックスワン。ちょっと意外なところから今後来ましたね。うん。うん、でもですね。はい。ナタリー・ポートマン、ヤフーニュースですね、うん、ナタリー・ポートマンさん、ブラックスワン振付師と離婚ということで、ブラックスワン、今度来ました使わない、うん、ない、ない、ない振付師のバンジャマン、バンジャマン・ミル・エピさんと離婚したと、うんうん、リスポンシーブラックスマンって映画でした、映画があったんですね、うん、それの振り付け、はい、なんか多分あのあれですね、バレエ映画ですよね、それの振り付け、かなり前でしたね、めっちゃ昔の話、うん、次、ゲートウェイで、ウィスコンシン州の不正選挙をめぐり、ライノのロビン・ボス、下院議長の罷免を求める動き、そして新たに、発覚した中国共産党との関係とは、今週末のリコール書面まであと2日ということで、ね、不正選挙が今、ウィスコンシンで暴かれようとしてます、うん、で、リコールになる可能性があって、うん、それがあと2日でっていうことなんですよ。これもしかしたらこれ、素晴らしい、トリガーになるかもしれないです、他の人たちの芋づるの、うんうん、で、下のところに私がちょっとレッツ芋づる、日本の武蔵の C さんの不正の選挙で当選した政治家たちもお願いしますと、うん、いうことでね、もう芋づる言ってくれたらいいんですけどね、いろんなことがね、そこからそういう、ね、あの不正選挙っていうものがあったんですよっていうことが、うん、一般の人に分かるような報道がなされたらいいなって思って、次またテキサスネックさん、ここで戻ってきました。はい。帰ってきた、テキサス。帰ってきました。うん。さっきの続きですね。はい。テキサスネックさん。これ5つの投稿をまとめてワイプしたり、うん、で、もう少し詳しい情報だが、主要な債権保有者がリノ空港の特定の航空貨物格納庫で両替するよう指示されている。ね、航空貨物格納庫って了解だそうです、うん、でこれテキサスネックさん、間違って債権保有者っていうふうに書いて、うん、これは債権保有者ではなくて、債権保有者ではなく通貨保有者だっていう訂正が入る、うん、はい、債権保有者じゃなくて通貨保有者の両替が始まったんですよ、すごくですか、もう始まってますよ、これはもうシャンパンものですよ、もう、ね、オペラですよ、オペラですね。で、そう、通貨パレットを持った人々だ、うん、で債権保有者ではなく一緒ですよ、通貨パレットを持った人々がリノ入りしているそう、はい、でこれは大口のあれですね、大口ですよ、そう、多額の通貨を持った人たちがまず最初に両替に、うん、先ほどオッキーさんとも話したが、彼もポジティブなニュースを聞いているようだ。リノと貨物格納庫については、リノに渡航するすべての航空会社に貨物格納庫があり、リノに到着するまでに連絡を受けた航空会社は、到着予定時刻を伝えて貨物ターミナルを割り当てられる。
両替をして出発すると次の到着予定時刻にそのターミナルが割り当てられる。貨物ターミナルが6つある場合はそれぞれのターミナルで両替が行われる。格納庫の中で両替が行われる。ねえ、量も多いからかな、うんね、運ぶのも大変だからもうそのまま、うん、あそういうことなんだと思って、うん、コンテナレベルでお金を動かしてるのかもしれない、うんうん、でも空港内で両替がもう済んでしまう。そうそう、ねうん、でこれはもう、うん、でおいっす。はい、じゃあ次いろいろ具体的になってきました、ね、うん、はい、はい、でプロトコル、はい、アップデートステラソロバンフェーズ2テストの、最新情報をお伝えする。それは完了した。この時点でプロトコル、20は、技術、本格的にギアを入れようとしている。サブネットでのアップグレード3月12日、検証者投票を、3月19日うまくいけば全てが一般利用に移行する。ゴルディロックス3月12日はい、じゃあ次、チェス。長いね、前置きがね、まだ、これ、イントロのお話です。長いね、はい。もう3時間あってもたり足りないですね。はい、9日、はい、今日、シンプリーリンの番組に出演していた PJ という男が、アメリカの番組ですね、わかんないですけど、シンプリーリンの番組。うんあれみたいで、PJ という男が出演していて、でチェイス銀行でのエキサイティングな経験について語っていたのでチェックしてみましょうと、うん、で彼がイラクディナールのプライベートバックスクリーンレートは3ドル前後ですかと銀行でチェイス銀行で尋ねると銀行員は微笑んだ。銀行員は彼らはトリガーを待っていると言った。近いうちにそして QFS という言葉が出てきた。銀行員の口から。これね、同様の話が、2ヶ月ぐらい前、フィルさんのところから出てきましたね。はい。チェス銀行ですね、それも。かなりグッドで勇気づけられる情報。素晴らしい。チェス銀行。3ドル前後。3ドル前後。うん。そんなもん。今のところまだそんな感じですね。うんうんうん2.8から3.0 くらい、うんうん、で間で 1を目指して前後して、うん、でその後1を目指して、うんうん、今朝のミスターコトレルでさえ状況は近いことを示唆していた。彼がタイミングについてコメントするのは初めてのことだ。すごいコットレールさんがついにですよ。ついにもうすると言った。本当に初めてだと思います、うん、本当に時期のことについて話してくる、うんうん、状況近いって、うん、本当にあとちょっとですよ。もう本当に今度こそ。はい、で次、カーパシス、はい、ウルビーチャンネルカルパティアですね、うん、あるメンバーからの興味深い話。私はアライアンス別名ホワイトハットで直接働いている人物と接触したことがある。私の話を信じるか信じないかはそれぞれの自由と選択であり、私が嘘をついていると思われても構いません。この人物は RV について多くのことを説明してくれる。彼はこのプロセス全体が Q とアライアンスによって運営されているため、RV が出発または開始したという非常に多くの事例は、すべて軍事的欺瞞であったと述べている。彼曰く、トラさんは週に数回 Q と連絡を取っている。RV が2023年のイースター前に完成した例は、カバちゃん別名ダークハット。を一掃するための戦術的な軍事行動。2023年のイースターは RV のメカニズムとシステムがついに 100% 完成し、アライアンスの開始の準備が整った時だ。
かしダークハットによってイスラエル対パレスチナ戦が始まった10月を含め2023年に何度か事態が阻止された。阻止されてましたね、うん、何度も爆発に、うん、はい、そうですね。2024年3月2日に私は彼からメッセージを受け取り、グループが長い議論を重ね、RV はついに本当に完全に止めどなく進行していると述べた。述べました。で、その日にち以前に RV が進行中であったといういかなる事例も正しくない。要はその日までに引き金を引くことを決めていなかった。また、これは偶然にもフォレックスのプライベートバックスクリーンで見られる US ドルイラクディナールとも一致する。彼は数時間後あるいは数日後に起こることを裏付ける多くの情報を私にくれた。彼は私に次のようなメッセージを送ってきた。グルたちが矛盾した情報を得て混乱を起こしていることに気をつけてほしい。私たちは意図的にそうしている。意図的に混乱を起こしている。彼は RV がついに始まったことを私にはっきりと告げ、それを止められるものは何もないと言った。さらに彼はカバちゃんが行っている最後の動きがあると私に警告した。それは少し前から動き出したもので、アライアンスはそれを完全に阻止することはできないが、大幅に減らしているという。電子ブラックアウト、サイバー攻撃は、軍が犯罪者の逮捕を始めるために使用される。それは間もなく実現されるはずで、私たちへの通知がその前なのか後なのかは分からない。彼が私に教えてくれないこと。で、今日彼はしばらくの間連絡を遮断すると言っていたので、彼が言っていたように物事は急速に進むだろうと言っている。はい。ありがとうございます。ちょうどでしたね。はい。信じますよ。信じますよ。うん、信じるか信じないか。うん。あなた次第だね。ね。情報らしいですけど、うん、なんかまだあるんで一回くらいで止めましょうかね。そうしましょうか、うん、はい、まだあるわ。うん、うん、ちょっとここで多かったですね、うん、多いな。前半だけで、ね、主要人物の動きに入る前にまだまだ、うん、遡ります。お待ちください。はい、よっ、よいしょ。本当にお待ちください。よし、ここまで行きました。誰だったかな。かなり上かな。モグ、小林悟さんまでかな。来週こそ。ああ、そうそうそう、ね、その辺じゃない。ヒデヒデです。あ、ヒデヒデさんかな。お疲れ様です。よろしくお願いします。タイパーさん、モグモグタイム。モグモグタイム。いつでも。初っ端からモグモグしてます。はい、いつでも。かぶちばさん、こんばんは。こんばんは。いつもありがとうございます。ありがとうございます。直近2回もちゃんとアクセスしてたんですが、毎回、ね、寝落ちでコメントできずでした。ありがとうございます。いつもありがとうございます。週末の女神ですね。貧乏神です。いつもありがとうございます。こちらこそです。タイパンさん、かぶちばさん、自分も先週昼間の飲み会の影響で約30分で寝落ちしてました。今夜は最後まで頑張ります。いいですよ、別に後でゆっくりアーカイブ見ていただいたら。出だしで決めゼリフ。あ、一応だから先に言っとくみたいな。ね、いつ寝落ちしてもいいよ。翔さん、こんばんは。こんばんは。いつも素晴らしい情報ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。ありがとうございます。絶対、こっち。うん。今年のサマータイム、今年のサマータイムは3月10日日曜日午前2時から。午前2時から。11月3日日曜日午前2時。アメリカ東海岸と日本の時差は13時間。
TK さんありがとうございました。インドのイスラム教徒の男性にラマダンについて聞いてみました。うん、おお。昼は水だけ、夜は食事。あ、そうですね。あ、じゃあ、うん、イラン人の知り合いと一緒ですね。ね、うん。チャットボームさん、単なる一日一食なのね。ね。ですよね。ただ単に健康にいいですよね。健康的でよろしい。うんうん、うん。いますよね。健康のために日本人でも。一日一食だ、うん。うん。私も一食だったり、二食だったりに。夜だけしか食べない。うんうん、うん。ます。うん。うん、あ、ゆきこさん、いつもありがとう。みかさん、かおりさん、こんばんは。本日もお世話になります。こちらこそお世話になります。ひでひでさん、ラバナン中は RV なしなら先に EBS ってこと？そういうのも考えられる。うん、もう何が何か分からない、今は。もうどっち予測不可能。どっちが先でもいいですけど。うん、早くして、何でもいいから、なんか一つ先に。はよ、今すぐ。もう何でもいいから、メルベットか。うん、何でもいい。何でもいい。何か進めようよみたいな。え、リンさん、いつもありがとうございます。未来さん、こんばんは。よろしくお願いします。0202メイさん、こんばんは。ありがとうございます。タイパンさん、3日月は3月13日？あ、そういうことになるかな。3日か4日月、あの、上限の。うん。そこら辺。それも考えられる。うん、ゆきこさん、暦が変わるようですね。暦ね、13ヶ月カレンダー。はい、月の満ち欠けに。ブラハムさん曰くは、3月か、まあ3月はないですけど、4月から今年の4月から変わるっていう情報もあった、うん、ありましたね、だいぶ前にね。変わるはずだった。うん、なのかもしれないですけど、ありえますよ、まだまだ、うん、まあ、遅れるかもしれないですけど、うん、まあでも近いうちに、うんうん、4月から変わるんじゃないかなって信じてますけどね、うん、ヒルさんも今月中にハワイ行くし、と、月中だ。チャットボムさん、ラマダン中に RV なしは困るね、4月になっちゃうね、うん、まあ分かんないね、まあ、いろんなこと言ってる人がいるから、私はちょっとそれを信じちゃったんですけど、そういえばね、そうですよね、あの、ラマダン中にあってもおかしくないですよね、うん、クエートの例があるから、うんうん、クエートはラマダン中にこそっと RV したみたいですよ、うんうん、それもありえる。0202さん、 TK さん、ラマダンは夜に食事ですね、次ね、あの、太陽が沈んでから、うん、オレンジさん、ラマダン延期なんじゃないか。ラマダン延期か、それはないでしょう、うん、ね。ゆきこさん、ネバーギブアップ。0202さん、文章をゲマルってすごいですね。ね、あれ、あの、あれをゲマった人すごいですね、あれを、うん、あ、ほんと素晴らしい。ゆきこさん、おお、ベンジャミン、おベンジャミン、タイパさん、ネバーギブアップ、ネバーギブアップ、グロリアがいい、なんだろう、がいいの歌、思い出すな、アイビル、サバイブを思い出すな、あれという歌があるんですね。あれじゃないですか、なんとか信じ、次いきます。ヤトバムさん、銀行のシステムメンテが9日から11日にかけて多いから、スクールウォーズ、スクールウォーズ、スターウォーズじゃない、スクールウォーズ、ミカちゃんにわかんない世界。11日月曜日あたり金銀の新レートも出てくるじゃん、そろそろ上がってくれないと困りますね、うん、もっと困ります。9日から11日困りますね、ドラゴン、駆け抜けろ、駆け抜けろ RV、 イエイ、駆け抜けろ RV。 駆け抜けろ、めっちゃ昭和な感じのキャッチフレーズですね。そうなんですか、駆け抜けろって。わかんない、なんかそのイメージ。タイパーさん、中国の長老さんたちありがとう。ね、ありがとう。本当、ありがとう。感謝。うん、感謝。いいですね。長老ありがとう。長老さんたちありがとうございます。ね。ひでひでさん、理想は来週 RV で、次週に EBS かな。うん。
アロビサキに来てほしいな。0202さん、中国の長老会ってみたい。会ってみたいね。どんな人なんだろうね。私も会ってみたい。前一回なんか写真ね、なんか白いおひげを蓄えてそう、ねね、写真そんなイメージ、うん、あの仙人みたいなイメージがしますね。勝手なイメージ。ゆきこさん、かおりさんお疲れ様です。あたおか扱い今や懐かしい思い出。いや本当ですよ。ゆきこさん、フィルさんとはびっくりでしたね。フリーさん入ってますね、うん、そうですね。爆笑スノーデン、うん、イラネチケ本当にひどい。めちゃくちゃですね。オレンジさん、犬イラネ言えてる。犬 HK なんて読もうかなと思って、うん、イラネチケは真っ白になってるのか。あ、違うか。犬イラネチケってことですよね。イネチケ真っ白になるのか。ゆきこさん、月の形にっていうことはポンと跳ねる銀ね、うん、トゥーザムーンですね。トゥーザムーン、うん。タイパーさん、魔法のベッド。魔法のベッド、なんだ、ベッド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 、需要が増える。シルバーは消耗品。消耗品、そう、シルバー消耗品。シルバー消耗品なんですね。そうなんですよ。だから金は減らないけど銀は減るんですよ、うんうん、消滅するんですよ。だから0202さん、銀の重要性はそういうことだったのか。冬さんがずっと、すごい納得、ずっと言ってます、はい、うん、本当そうです。フライミートザム、うん、タイパンさん、昔はワルツ三拍子だったんだけど、その後シナトラの歌うようになった。ゆきこさん、音楽も岩の財団のおかげでめちゃくちゃなので。そうそうそう、本当そうです。変わるでしょう。変わりますね。はい、440Hz のチューニングが、うん、あの悪魔なのでそれが変わります。タイパンさん、フライトザムーンのことね、拍手拍手。タイパーさん、ゴルドマンも廃止か。なんだか寂しくなるね。いや全然寂しくないですよ。全然大丈夫。タイパーさん、未来さん、確実とかってやつに早い段階で。タイパーさん、ウルビのオペラのパートナーコケゴッコ。ね、あのカナリアみたいな。いますね。リンコちゃんみたいな。すごい可愛い。お歌の上手。チンコさん、ありがとうございます。こんばんは。今度こそ ABS 来そうで楽しみですね。楽しみですね、本当に。オレンジさん、早く RV 来てください。お願いします。ヒデヒデさん、 RV って日本で対象になる人はどのくらいいるんでしょうね。対象、誰でもですね、うん。マサシバイさん、ありがとうございます。こんばんは。早く来てほしいですね、 RV。オレンジさん、いまだに RV 来ないっていう方がたくさんいますね。うん、いるんですね、やっぱりね。他のグループの。あ、塩漬けみたいな人たちが。塩漬け。はい、ゆきこさん、RV って債務チャラと通貨評価買いなので、国ごと全部では、両替祝いは非です。うん、両替以外は非です。RV は外貨さえ持っていれば誰でも恩恵を受けますね。ひでひでさん、はい、あ、すみません、ティア。4B のことです。あ、4B?RV じゃん。4B の対象はどのぐらいいるんでしょうねっていう。それはね、謎なんですよ。差し控えます、コメントは。はい、まさしさん、オレンジさん、いまだいますね、次はね。いますね。ゆきこさん、両替のみが RV と勘違いしてる人も多いでしょうね。うん。多そう。多そうですね。うん、確かに多そうです。オレンジさん、タイプは、RV は通貨評価買い、ジュビリーはまた違いますね。はい、うん、違います。オレンジさん、ゲスラがジュビリー。うん、まあ、そういうこと、まあ、そうですね。はい、ユキコさん、ジュビリーがチャラのやつですね。チャラになるですね。うん、そうですね。私、オレンジさん、まだイラク観光乗ってないですよね。乗ってないです。乗ってないですね。サズナブルさん、
お久しぶりです。久しぶりですね。皆様こんばんは。T5 でもレート上がるのでしょうか。今上がってる途中ですね。うんうんうん、今 3.0 前後いいかな。うん。しろしろさんこんばんは。今週もありがとうございます。AMG ニュースによると、T4B は 10% 自己資金、10% 自己資金、90% 人道支援。この情報合ってますか。もしよろしければ、T4B と5、鳥さん美香さんの考察を教えていただき、今のそういう話もあるけどぐらいしか言えないですね、今はね。うん。うん、でも大体イメージ的に それはなんか結構正しいような気もするけど、そうとも言えない。なんかもう絶対あの使用で使ったらダメっていう話もあったりとか、もう人によっていろんなこと言ってるからちょっと何とも言えないですね。はい。スピリットオブワンダーさん、ありがとうございます。お疲れ様です。お疲れ様です。クウェートで湾岸戦争終結後の自国通貨クウェートディナール、うん、レボリューションが、1991年3月24日3月24日、うん、アラマダン中、うん、その年のラマダンに入ってから第1週目に行われたという前例があるので、うん、それを考えるとイスラム圏でラマダン期間中の RV 実施も可能性が全くゼロとは言えない。そうですね、うん、ということは1週目かもしれないって思っちゃいますよね、うん。もし気質の話題でしたら注目します。1週目だったら来週ですよね。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 可能性なくはないですか。ないです。オレンジさん、T5 はレートかなり低いとの話も聞いてますけど、RV を全く知らない人が T5 だと話は聞いてます。低くないですよ。全然低くない。いやいや。これからまたね、上がる。0、3つ。上がるって話。うん、ほぼ0、3、まあ、0、3つの3分の1ぐらい。ね、うん、はい、ゆきぼさん、日本も昔一度 RV あったから前例はありません。ゆきぼさん、ジュビリーと RV がもはやごっちゃ、助け船ありがとうございますになってる人もいます、うんうんうん。オレンジさん、 T4B の人道支援はおとり作戦なので人道支援の対応は事務のみらしい。まあいろんな意見がありますね。はい、いろいろあるね、はい、いろいろ言ってる人がいる、はい、はい、以上です。あ、はい、ありがとうございます。はい、もういい時間。どうしようかな、いっぱいあるんだけどな、まだちょっと端折りますね。用意したやつ全部読もうとしたらえらいことになりそう。じゃあやっていきますよ。何言ったっけ、トレルスさん急がないと。はいはい、うん。次、30カ国がブリックス加盟申請中。現在30カ国が2024年のブリックス加盟に申請中。30カ国ですよ、うん。すごくないですか。すごいです。ね、前々から言われてます。はい、30カ国。うん。うん、2024年30カ国申請するよ、うん、申請するよって言ってて。うん、申請中です。現在申請中。ナイジェリアが入りましたね。これも言うだけ、はい、入りました。メキシコも入りましたね。はい、で、次、これはいいわ。これ選手のやつ。米国はすでに死んでいる。お前はもう死んでいる。はい、You are shock。 はい、でね、うん、米国上院議員が政府を暴露。米国はすでに死んでいて壊れており、政府の支出は詐欺です。っていうことで、そういう。以下の YouTube 見てください。という話が、パットリオとロトスティールさんから来ました。うん。ほい、次。下院は委員長と。会員は資金調達の期限を3月8日と3月22日に変更し、政府を維持するための新たな緊急経済対策しか可決しなかった。共和党員は113人が賛成票を投じ、9人が反対票を投じ。これがそのリスト。これ先週読んだやつですね。ごめんなさい、間違えましたね。これ先週の話です。あれ読みましたっけ。うん、3月1日の話だ。ごめんなさい、間違えました。あ、そう。うん、
政府ウェブサイト、あ、これ、こっちは今週の政府ウェブサイトダウン。うん、これは今週。いい。うん、次、こちら。速報、米国国土安全保障省 DHS、移民関税捜査局 ICE、FEMA、シークレットサービスを含む、複数の政府ウェブサイトがダウンしている。現在、原因は不明だ。はい、じゃあこれ、類似の話題がちょっとこれニュース畳みかけるようにきます。うん、はい、次、今週末に書く、さっき美香ちゃんがちらっと言ったやつ。政府閉鎖、はい、一部の政府閉鎖、ね、そうですね、はい、米上院議員らは金曜日真夜中の期限を前に政府機関の一部閉鎖を回避するための連邦政府主要機関の資金調達法案を採決するため時間との戦いに挑んだ。すでに下院で可決された4600億ドルの予算案は幅広い支持を得られると見込まれているが、共和党が歳出削減をめぐって内紛を繰り広げている中、採決の日程はまだ決まっている。会計年度が始まって5ヶ月が経つが、連邦議会は連邦予算を構成する12の年次法案をまだ承認しておらず、今週末にはいくつかの省庁の電気が消える予定。今週末にはね、うん、またニュース入ってきますよ、きっとこれ。楽しみですね。クレジットカード。もうリンゴあげる。あげないかも。いいか。クレジットカードいい。言い続けるのね。じゃあちょっと飛んで、フーバーダムからっぽ。2つ飛んで、フーバーダムから。はい。どうしよう。これ中、入れ子の中入っていただいて、イーロンのパロディのイーロン。パロディ。うん。うんですね、でこちらフーバーダム空っぽ、なんかうん、うん、なんか周りの部分がみたいな話もありましたね。ちょっとわかりました、うん、こうしたら、うん、でももうお装置ね、この下がフーバーダムの地下がね、巨大な悪魔の人たちの組織のアジトだったので空っぽになりました。本当に勝ち続けてますよ、ホワイトハウスは。次、挙手演説についての話を何連発か言ってます。ちょっと端折りますけど。じゃあこちら。昨日ここで何が起こったかはわからない。これ、ナンシー・ドリューさんですね。議事堂周辺のフェンスは全て撤去され、3番街の、議事堂敷地に並んでいた西側のコンクリート障壁も全て撤去された。そうなんですよ。これちょっと話が前後するんですけれども、撤去されたんですよ。これが、今日の話で、下がっていただいて、ちょっと遡ってナンシーさんのやついろいろいきますよ。はい。下下がってもらいます。3月7日投稿ってところに行ってもらいます。はい、それ下がってもらいます。そうかね。で、こちらがちょっと遡って昔のやつからいきます。7日の一番最初のやつから。今ホワイトハウスの15番番外ゲートに駐車しています。トラックの看板の文字、間違ったエネルギー政策の問題、バイジー政権の下で家庭のエネルギーコストは 30% 増加してしまったっていう車が、を見ましたと。まずで、その次、ここに着いた時、最初の、一般教書演説のために議事堂がまだフェンスで囲まれていないのを見て驚いたが、トラックがそれを積んで到着したばかりで、今日は雨の中それを設置するようです。でフェンスが設けられて、うん、始めていました。で次、はい、明日のために移動式司令部が運び込まれ、議事堂の東側に設置されました。これはすごい。これすごいですよね。これ私、うん、もういあのいやすごい、ね、EBS 来るかなと思っちゃった。これ、うん。で次、議事堂の東側からの写真、彼らはこのシーンを正義だとは思っていないでしょう。ここにいる間、ライブをスクリーン録画して夜にアップロードすることに全力を尽くします。フェンスが張られている。この移動式司令部すごいですよね。ねえ、ねえ、これすごいですよね。はい。
で、ここからホワイトハットが指示をしてる。じゃあそうですね。じゃ次。あ、そのまま。それが、どこまでですね。はい。ということで、ナンシーさん以上で、そこからもう、教師演説の、バイジンのバカさ加減がすごくて、もうわざとなんですけど、ちょっと一つで、いっぱいあるんで、例の一つで、ミューポーさん。私はおかしい。うん。もういっぱいあるんですけどね、どういうもの。はい、YG、自身の年齢について、自分自身の年齢について、私のキャリアを通じて、私は若すぎると聞いてきた。年を取りすぎていると言われたこともある。この年になるとアメリカ人は平等であるように作られたという考えなど、他のことが明確になります。下さん、もう一個言います。YG、アメリカ人にモスクワへ医療、モスクワへ医療を受けに行くように助言。こんなことを言うと問題になるだろうが、誰か私と一緒にエアフォースワンに乗って、トロント、ベルリン、モスクワに行きたい人は、いるかな？つまり申し訳ないが、モスクワでもいい。後ろの、マイク・ジョンソン？マイク・ジョンソンの顔よ。そうなんですよ。顔が面白すぎて。あとでアップの画像出てくる。ね、でね、ワクワクをがん治療に使ったらとかいろいろあって、モスクワでもいい。あ、いいよ、もういいや、そこまで。ですか？うん、いいよ、そこまで、はい。そんな感じ。変な話ばっかりいっぱい言ったと。うん、マイク・ジョンソンはスタンディングオベーションって、全然しないですね。うん。もうすごい顔。はい、要所要所で皆さんこうやって立って、ね、カマカマさんとかを立って拍手するんだけど。マイク・ジョンソンは全然立たない。数です、ずっと。はい、じゃあ次、バイジーは必死ってやつ、ちょっと2つぐらい飛ばして。はい。こちらがマイク・ジョンソン。バイジーは必死だとマイク・ジョンソンは言っている。彼はこれまで再選を目指した大統領の中で最も不人気だ。最高司令官が国境について言及するのは演説の41分前だったと。はい、ということです。トラさんの投稿。これ面白いですよね。いっぱいいろんなところで出てます。ちょっとなんか、この顔が、ロッド・スティールさんに似てます。そうかな。私だけか。私はなんかもうこの辺の顎がロッド・スティールさんに似てます。思っちゃった。トラさんが投稿しました。トラさんのインスタ？次。もうこの辺はいいか。なんかスピーチが9時11分から始まったとか、なんかいろいろ17にまつわる数字がいっぱい出てきますよみたいな。ね、1時間17分あったから17だとかいろいろありまして、じゃちょっと飛ばしまして、次、ママオは？はい。これ、ちょっと気になりました。でクリス・ミラーさんから一般教書演説中、アマオさんは特にいましたか、どこにいたんでしょう、どこやどこでしょうかね、ということでいたのいなかった、いなかったってことですね。さあ、これはこの言葉が後でどのように、影響するかちょっとお楽しみで、さあみんなで考えよう、考えようですね。でもちょっとこれ飛ばして、じゃあ次 J6 いきます。まだイントロですよ。はい。フィルさんより。嘘だと言ってた。フィルさん、巻きでいかないと。巻きでいかないとね。はい。あ、もうこれいいや。これ飛ばしますね。あ、わかりました。はい。はい、じゃあこれフィルさんは飛ばしまして、次カマラ。よいしょ。これね、J6 の、画像を、なんか4000時間だか何千時間だか出すよみたいな、マイク・ジョンソンが言ってて、で出てきたやつ。5000だった。なんかね、カマラ映ってるんです。はい、カマラが映っていますよって。カマカマさん、今映りましたね。映りました。出ていく様子が映って
新たに公開された議事堂のカメラ映像には、1月6日午前11時21分に議事堂を出ていくカマカマの姿が今映っています。で、政府は1月6日の事件で、カマカマはまだ議事堂内にいたと虚偽の主張をして、1年近くにわたり起訴していたそうです。はい、ここから来てよ。からでもどっからでもいいから、うん、本当に思います。次、LGBT。こちら、DC の LGBTQ 非営利団体創設者が詐欺とマネーロンダリング容疑で逮捕された。素晴らしい。これすごいね。ずっぽりいろいろ来るんじゃないですか。これも芋づる。うん。もう芋づるですね。はい、じゃあ次、主要人物の今週の動きいきます。じゃあ今日はフィルさんからいきます。長くなるな、これ。あ、やっぱりフィルさん最後にします。失礼しました。トラさんからいきます。はい。ニッキーは飛ばして、ね、あのニッキー負けましたね、今週の、あの頭ぐらいね。絶対しました。絶対しましたね。はい。で、次、イーロンと会談。はい、トラさんがイーロンマスクと面会。選挙寄付を求めていると。ニューヨークタイムズ。ニューヨークタイムズの方、うん、ね、そんなわけないだろうっていう。ことですけれども、ニューヨークタイムズはそういうふうに報道してましたね。うん、はい。で、次。これフェイクニュース。うん。ね。うん、トランプ・ウォールン。これね、多分さっきの話とちょっとリンクすると思うんですけど、こちらね、トラさんはなんか、キュート、あの、毎週会ってるみたいな話がさっきありましたけ、ね、ど、はい、それが多分、それですわ、これ。うん、ね、はい。これがその幹部たちでこうやって集まってますよっていう。ね、集まってますよっていう写真。写真です。これ数枚。うん。カビーノと。はい。いろんな人います。そうですね。うん。カビーノ。あとよくわかんないですけどね。顔見てもよくわかんない。うん、よくわかんないな。うん。イバンカさん。一番左がイバンカさん。うん。うん、あとはよくわかんないね。うん。はい。で、次。いつでもどこでも。でもいいかな、だから、ね、トラさん、YG にいつでもどこでもどんな場所でも討論挑むよって、トラさんの方はこっちは余裕だからいつでもかかってこいって、うん、トラさんは言いました。次、ララパパと、はい、2時だ、速報、はい、ララトラララトラララトラさんが全会一致で RNC 共和党全国委員会共同議長に選出されました。全会一致で、うん、ララトラさんは共和党大統領候補に浮上しているトラさんの義理の長女、エリック・トラさんの妻である。素晴らしいです、ね、素晴らしいです、ね、トラさんずっと推薦してた、ね、そうそうしてました、うん、で今回選出されたそう選出し、はい、前回一致で、はいはい、オルバン、はい、いける自信がなくなってきた。次、トラさんとメラニア夫人はマーラゴの、晩餐会でビクトル・オルバン、トラさん支持のハンガリー首相ですね。で、迎えて持ってるんです。オルバン氏は、訪米中、バイジとは合わない。合わない。でした。ですね。はい。痛快です。はい。次、フリーさん。これも結構面白い話ですね。これは、私ちょっと下から行きますね。下から。うん。こちら、グラディ・ジャレット保安官による人の真の売ります買いますの摘発は、アメリカ連邦政府がアメリカ国内のあらゆる目的地に向かう不法入国者に無制限の無料航空券を提供していることを明らかにした。これアメリカの政府がですよ、移民の人たちに 無制限の無料航空券を提供していた、うん、とんでもない話ですよ、うん、これが明らかになった、うん、でそれについて、プリンさん上
これにアメリカ人として怒りを感じないならあなたはアメリカ人ではない、うん、アメリカの保安官、フロリダのグレイディ・ジャレットによる6分間の記者会見を聞いてほしい、連邦、うん、政府内部による完全に非道な行為だ、うん、本当に、うん、こういうのから、うん、こういうのを知って一般の方が目覚めていくんだと思うんですけどね、うん、はい、マイク・ジョンソンすごいか、はい、顔見るだけもう 顔芸みたいな、うん、顔芸今マイク・ジョンソンは私たちの全て、この表情でこの表情が私たちの気持ちを全て代弁している、ね、代弁してる役者ですよね。ね。もう白目見ちゃった。もうね。ああ、もうありえねえみたいな。ありえねえ、ありえねえみたいな感じ。あ、もう帰りてみたいな。もう帰っていいっすか。いや、キベじゃん。こちら、米国民間防衛ニュースアップデート、中国の、金平ちゃんが、台湾奪還のため、人民解放軍に対し戦争準備を命令。ネクスト台湾来ますね。ついに来ますかね。ついに来ますかね、これね、うん、始まりますかね。ちょっといつもより違う感じですよ。ちょっと緊迫感増してきた。ねえ、ちょっとね、うん、次、同じ中国は貿易黒字。でそんなさなか、中国は1、2月期の、貿易黒字が1250億ドルを突破し、市場予想を上回った。イケイケどんどんですね。うん、はい、で次、コルちゃん、まあ、これは画像を見るだけ。画像を見るのでちょっと説明します。3月8日に、またちょっと久しぶりにほらね、前回のライブで YouTube ライブで説明した通り、集会があってすごい人数の、ね、何百万人集まって、その後初めて公の場所に出てきた。やっぱり大人気、はい、こんだけです。プー様ね、ちょっと待ってね、うん、飛ばしますね。イランと核合意、プー様の、はい、4つ目ぐらい。めっちゃ多いな。めっちゃ多いですね、知らなかった、こんなに多かったとは。本当に情報が多かったのは間違いないんですけれども、うん、はい、ロシアとイランが、核合意について協議する会合を開催した。ここら辺もね、ちょっとね、きな臭い匂いしますよ、うん、はい、してその次、カッコを使うことにしよう、はい、なとは、うん、うん、ね、はい、納豆と米国が、ロシア攻撃の準備をする中、プー様は西側諸国を核攻撃し文明を破壊すると、文明を破壊する、うん、でロシアのプー様は NATO と米国がモスクワ攻撃の準備をしていることを承知しており、ロシアは文明を破壊するための核兵器を使用することに何の躊躇もしないことを西側諸国は知るべきだと考えている。ね、すごいこと言ってますよ、ね、はい、シエットパラッといいですよ。はい、じゃあ表のニュースで、ね、こちら、マボさんか。でね、表のニュースでも、うん、ヤフーニュースで、表のニュースで確認確定。それがわからないのか、今年度のプー様、核威嚇の強化、恫喝の本気度をどう見積もるべきか。いやー、みたいな。本気です。あーって、じゃあ次。なんだっけな。いや、これは。フランシスコ3連発。
めます、うん、もうどれがどれか分かんちょっと書いてあるかったんですけど、1個でよかったんだけど、3つ開けてみます。一番上、フランシスコ法王は体が垂直しすぎて自分の車に乗れないため代わりに車椅子を使うことにした。もう早よしてって感じ。もこのもうなんかあのじわりじわりじゃなくて、もうスパンと行きましょうよ、ね、てか最初から車椅子乗れよ、うん、もうはい、どんどん垂直してきます、ね、はい、フランシスコは教皇庁の未成年者保護委員会と面会し、同委員会は間もなく教会全体の保護手続きと方針について史上初の監査を発表する予定だ。なんか時々いい人だ。しかしその報告書がまとめられつつある最中、スイスの教会関係者がカトリックに人口が比較的少ないこの国で20世紀半ば以降に1000件以上の虐待があったという爆弾的な報告書が9月に発表されて以来、被害を名乗る人が急増していると、うん、史上初ってのがすごいですね、これね、うん、楽しみですよ、ここら辺も、はい、次はミノフランシスコさんは何だろう、何だろう フランシスコちゃんはフランシスコちゃん、長引く風のためまたもや極度に衰弱し、スピーチを行うことができない。しかし、ドイツのショルツ首相に会うだけのエネルギーは十分にある。謎。極度の風で衰弱し続けていますね。はい。はい、インフルにかかったり。いろいろね。長引く風にかかったり。じゃあ、ちょっと、ずーっと飛ばして、ちょっとニュースなどとかも全部飛ばして、飛ばします。はい。はい、で、BRV 関連、だこれもうオンラインフェイズで、みずほ銀行、はい、みずほ銀行いきます。白川ミニキュスターシップさんの今日の投稿からで、はい、QFS の準備は着々と進んでいる。現在多くの銀行の支店が閉鎖されている中、 QFS 銀行、ウェルズファーゴ、JP モルガン・チェイスは個人の資産管理アドバイスに特化した支店を数百店舗開設している。で、日本の QFS 銀行の一つと言われるみずほ銀行は4月から中堅中小企業との取引に特化した法人部門を約100店舗設置し、個人向けの支店は、資産形成、資産運用を担当するみずほライフデザインプラザに分かれる。現在、みずほライフデザインプラザは資産形成、資産運用に特化している。分かる人にはこれが何を意味するか分かりますよね、ということで。ウェルズファーゴと同じ、ね、同じ道を行ってますから、日本でもやっぱりこれ、整っていってますよ。うん、すごいことです、これは。はい、素晴らしい。ゆうちょとかどうなんですか？ねえ、ゆうちょとか、なんか分かんないよね。分かんないですね。今、みずほだけが、こういうニュースが入っている。まあ、どこの銀行さんも同じようなことを、だから減っていく部門もあれば増えていかなければいけない部門が絶対あるはずなので、そのね、ちゃんと今後その QFS に関わっていく銀行であれば。次、ブルビーシェル、これね、昨日だったかな、ウルビー、他のメンバーより、こんにちは、ウルビー、あ、ごめんなさい、これ一番上だ、上行ってもらいます、二重になってる、一番上から行かないとダメだ、はい、それ、うん、ウルビー、メンバーより、ガソリンカードを買うためにシェルステーションに立ち寄ったところ、すべてのシェルカードリーダーが全米でダウンしています。ねえ、なぜこのこと誰も、なぜ誰もこのことを話題にしないのでしょう、うん、シェルといえばね、バイジーさんとね、マネーのロンダリングの時に仲介してた、めちゃくちゃ悪い、シェルカードはタップカードでは使えるが、それ以外のカードでは手動で入れなければいけません。ガスカードは全く購入できませんでした。何かがやってくる、うん、で次、他のメンバーより、
え、こんにちは、ルビー。私もシェルのガソリンスタンドのクレジットカードリーダーがダウンしているのを確認しました。ここイリノイ州中央部の小さな町でも同じです。また別のメンバーよ。また別のメンバーよ。カリフォルニア州グラスバレーのガソリンスタンドでもデビットカードを使えません。カリフォルニアタップによるクレジットのみ。はい、という感じで、そういうことも起こっています。ね、いろいろ何かが進んでいると思われます。はい、じゃあ次、主要人物今週の動きのフィルさんいきます。はい、こちらね、フェイスブックダウンで今週の頭ぐらいに来ますね。これちょっと懐かしい。でも急いだ甲斐あって結構、ね、でもいい感じ。あと残るはフィルさんのみ。そうですね、あとちょっとニュースぐらいで。はい、うん、待って、あ、どうぞ読んでてください。はい、でこちら、フェイスブックイズダウン、インスタグラムイズダウン、ザロ、アジアのフェイスブック is down、 WhatsApp is down で、数学的に不可能になるにはいくつの偶然が必要なのだろうか、 Q ドロップの言葉。はい、でもこれらは偶然じゃない。はい、ホワイトハットがコントロールしているということありましたね、これね、今週ね、2日ぐらいに。これ明日は投票に行こう。これゲーマーが来ます。できますか。話じゃなかったような気する。でこちら、トラさん、明日は投稿に行こう。私たちは私たち投票に行こう。私たちは私たちがやってくる、この貨物列車がやってくるというシグナルを送りたいって言ったんですよね。Get out to vote tomorrow。って言ったんですよね。でそれゲマ、人生を変える準備ができていますか、支配者の殺害が多くなるだろう、我々の知る世界の終わり、この国は地獄に落ちる、ゲマでした。はい、これウィルさんがこれを投稿して、ね、全てピンポイント、ピンポイントもう全部合ってます、ね、これね。で横から、ちょっと待って、よからやぶ行こうか。はい、これがめちゃくちゃ長いので、これをちょっと端折って説明していきますんでね。はい、これにちょっと時間割きたあんまり避けない今日は。はい、でこれね、パート3まであってめちゃくちゃ長い内容になります。で、これが先ほど今週の、頭にあったライブで、スフィルさんがゲマで答えたっていうライブなんですね。もう最初ら辺そのゲマで答えるやつはもう結局答えが分かるものと分からないものがあって、今のところちょっと謎な部分もあるので、ちょっと知りたいけれどもゲマで答えてるから分かんないっていう内容がいっぱいあるので、ちょっと飛ばしまして、ずーっと飛ばして、だいぶ下の方行っちゃいました。はい、もう多分ミカちゃんはもう追えなくなると思います。ものすごい長いから。で途中です。質問で、違うな、何だったっけ、私たちの病院はもう安全なのでしょうかっていう質問に対して、ついに、うん、で、ホワイトハットが物事を掌握するまでに時間がかかるという意味ではなく、物事の進め方や誰がこれに責任を持ち誰がそれに責任を持つかというようなやり方が完全にホワイトハットに乗っ取られてしまうことになる。はい、まあ、これもメドベッドにとって変わりますし、ホワイトハットが乗っ取る形になる、その病院のシステム自体を。しかし教育システムはすぐにでも変えなければならないと思う。本当にこれはもうその通りです。しかし主要メディアの病院の所有構造を見ると非常に大きな組織であることが分かる。ところでもしあなたが私に質問した場合、私は NDA の元にいて、答えられるようにしているのかもしれませんって言ったんですよ、ね、それを言いました、はい、だから、現実的に考えて私に尋ねたことすべてに絶対に答えることができる、それだったら答えることができるということで、はい、だから正しいこと全部言いますよと、正しげまですよって、質問には全部ちゃんと答えますよって言いました。でももう本当にだって答えがこんなんなんですもんね、シンプソンの予想が、この全てにどうかかってくるのか、
ザ・シンプソンズ、トラバース・アイアン・ロット、ロッツ・フロム・ベルギー・ベルジウム、アフター・メソッド・アクロース・ザ・エンタイア・シフト、もう全然文章がにならないようなもんわけなの、これを全部即興で言ったんですよ、頭で計算して。さすが、さすがヒルさん、すごいですよこれ、うん、計算してるんですよこれ全部数を、うんうん、頭でで 言うんですよこれを、こういう答えだ、全部がこういう答えだったので、すごいね、うん、もう誰も立ち入れ、うん、これはもうフィルさんしかできない、フィルさんとエズラだけがこういうことをやってると思います、うん、あとトラさんと、このレベルについていける人はなかなかいないと思いますよ、うん、こんな頭のいい人たち。では、ね、このレーガンの話は飛ばせる、レーガンはホワイトハットですね、うんうんうん、あの前もフィルさん言ってます、その話が出てきて、で、なぜ未だにケムケムのトレイルさんが見られるのかっていう質問に対して、これも同じような質問の答え今まで何回もしてますけれども、一応ちょっと最新に言ったことね、ケムケムは良いものでありもはや悪いものではないと今言ったことを撤回、あ、モードではないって一回言ったんですけれども、あ、まあ、ちょっと注釈入れますねと。で、ケムケムは全て良いものではない、しかしケムケムのほとんどは気象制御に関係している、化学物質を吸い込んで天候をコントロールするようなものではない、上空にいて病気になるようなものを撒き散らすとかそういうことではないんだ、過去にそうしたことはあった、しかし今あなたが見ているケムケムは嵐の前の日、嵐の後の日の空にあるケムケムです、空で見たものと直接的な相関関係があることがわかると思う、これが気象コントロールだ、いわば気象コントロールのケムケムも化学物質があるように見えるので、悪い名前かもしれない。ケムケムが私たちに害を与える化学物質で自閉症を急増させる。ワクワクも同じでしょ？自閉症がいつ生まれたのか、正確に特定することができる。それがワクワクのせいだ。これ本当そうなんですよ。もうホメパシでもずっとそういう勉強してきたんだし。で、その頃気象コントロールが始まったが、現在のケムケムは違う。彼らはまだ気象コントロールしていますが、飛行機から出てくるものは以前とは違っていて、実際に人や動物に害を及ぼしていた。でも今は変わったんだって。今はそういう害を及ぼすようなものは、ドファイザーとかコントロールしてからそういうものは出てないと。で、X のエリエル、アリエルさんをどう思いますかっていう質問で、もう、で、ここ押したらいいですか？あ、そうです。パート2で。で、この人はだから別に悪い組織とかにいる人ではなさそうみたいなことを言ってました。うん、うん、もうでももう全然ダメダメ。のつながりもないし、ただの普通の人。うん、でしかも自分の悪口言ってるし、うん、って言ってました。その悪口ばっかり言ってます。そうですね。なんかもう、全然ただの人だから別にインテル持ってるわけでもないし、うん、フィルさんのようにこうつながりのある人とか。あったりするそういう人ではないって言ってます、まあ、いずれにしてもフィルさんはもうこんな人欲しいですねっていうことで、はい、でなのでね、私もちょっとまあいいや、はい、じゃあ次これね、これだけちょっと読みたい、20分かね、もしドナルド・トラさんがまだビジネスを決着していない状態で大統領を辞めたとしたら、彼はまだ世界からカバーちゃんを排除するために必要なことを全てやったわけではない。いや、ネサラは発表された KFS の場所ではなかった。連邦制度、準備制度はまだ存在していた。お金の窃盗と自由の窃盗が毎日行われていました。彼が大統領に就任し、その後退任したが、その全てがまだ実施されていた。もちろん舞台裏ではいろんなことが起きていた。これは本当に Q&A から離れていることを理解しなければならない。でも気にしない。仮に水面下で何かが起こっていたとしても、それが発表されるまでは誰が気にするんだ？この時代の発表がどこにある？貴金属詐欺の発表は？銀行システムの崩壊はどこに行ったんだろう？銀行システムの崩壊への大きな前進を目の当たりにした。しかしどこかで誰かがトラさんの部屋に座っていた。私は彼らが座った部屋を知っていると思う。これね、フィルさんもいたってことなんですよね。うん、その集まりがあったんですよ。で、誰かではないが、
知っていたと思うって言ったんですね、彼らが。で、それらの人たちのこと全部知ってると。で、彼らではないが、あるグループがトラさんの部屋に座ったと思う。名前を挙げるつもりはないが、誰がそこにいたかは言える。少なくとも10人の軍将官がそこにいた。トラさん政権のホワイトハウス関係者もいた。国防総省の人間もいた。エズラとかね。多くは なかったが、非常に信頼できる側近が数人いた。トラさんの関係者だ。その名前を挙げることができる。例えばスカビーノ。全部ではないが、トラさんの家族の何人かがそこにいたと思うし、トラさんジュニアもいたと思う。フリン将軍もいたと思う。それは間違いない。だからフリン将軍が悪いと言われたらどう悪いのか教えてほしい。私が持っている6つの情報は、そのほのめかしとは正反対のことを示唆しているからだ。フリンが悪いという証拠を見せてほしい。無理だ。あなたには無理だ。フリン将軍に次ぐ。ノーと言わなければ、次期副大統領だ。私は4年間そう言い続けてきた。いずれにせよフリンは部屋の中にいた。あなたが死んだと思っている人たちも部屋にいただろう。彼らは死んでいない。そしてこの会議の最後に、この部屋の誰かがこれを正すために我々がやることはこうだと言った。そしてその部屋で出されたプランがうまくいかなかった。保証する。さて、ここからが悲しいところだ。私が聞いていない、ジャコ、マイクジャコが、フリンは良くないって言ったんだ。もし私が今ここに座ってトラさんが悪いみたいなこと言ったらどうしよう。なんで不倫なのか分かりますか。とにかくそれで、その部屋で集まって、ホワイトハウスの計画をみんなで話し合って、実行することが決まっていたことがあったんですよ。で、それが結局実行されなかったから遅れてるんですよ。で、その部屋におそらくヒルさんもいたんですよ。で、だからこういう話をしてるんですよ。で、それが、実行されなかったと。で、その理由が、それを、実行をしようとしたとしたら、たくさんの人が死ぬことになるような反撃を、カバちゃんが仕掛けてくることになったから、やめたと、いうことでした。そういうことがあった。だからやっぱり水面下でそういうトラさんたちとカバちゃん側でそういう駆け引きがずっと起こってて、そういうのそのせいで、いろんなことが延期になったりしているっていうことの説明が今回ちょっと結構あったんです。で、次こんなもんかな。それだけかな、今日言いたかったのは。以上でいいかな。待ちくださいね。ただ映画を見てるだけだと思っていたのですがっていう質問というか。で、それはいい質問だが、実はその質問に対するいい答えなんだ。それが質問に対するいい答えなんだ。つまり私が言いたいのは、計画があったと言ったとき、計画は変更されたために失敗したということだ。今の状況を見るとまるで映画のようだ。究極の結論に至るために差別化された経路を確保しなければならなかったようなものだ。しかし、その究極の結論を得るためにはこのような経路に時間がかかった。パート3であります。はい。2点間の最短距離は、皆さんはこれを知っているはずだ。最初の直線はあそこにいる誰にも見えない直線と直線の間の直線だろう。だから2021年なんだ。そして結論への最短距離の、最短最速の距離、それは腐敗した政治家全員を罷免することだ。 FBI を解体し、新しい QFS システム、レインボー通貨、貴金属システムを導入する。トラさんが返り咲くことだ。それに一直線だ。5ヶ月後にはそこに到達できたはずだ。2、3ヶ月かかるのは中途半端だ。しかしそれとは関係なく、2021年末までにせいで1年かかっただろう。あの道は一直線ではなく、この道なんだ。まあ、そういうことで、すごく、時間がかかっているけれども、今はすごくポジティブな状況であることも端々に言ってました。で、Q&A もたくさんした。そしてフリーについて多くのことを明らかにできたと思う。で、ホワイトハットプランがうまくいかなかったこと、私たちがなぜここにいるか、どうやってここにいるのかについて、私が思うこと、私たちがここにいることは誰よりも嫌です。で、私を信じてほしい。
で、で、それでいつになったらフィルは、ハワイに戻るのでしょうかっていう質問があって、でそれについて、今夜の最後の質問は 2,3 週間後ということにしておきましょうと。で、今月です、今月中です。でおそらく多くの皆さんが興奮するのは分かっている、うん、っていうことで、今月中、2,3 週間後っていうふうに言いました。はい、以上かな。はい、以上です。はい、これが、今週のフィルさんのライブ速報、速報でもないですけど。じゃ以上で、あとニュース関連で何かあったかな。本当はいろいろあったんですけど、どうしても言っときたいことあったかな。いいかな。あ、ないですね。はい、大丈夫です。じゃ以上でにしましょう。以上で。はい、うん、はい、あとチャット読んで終わりにしましょう。あ、なんか疲れた。もうすっごいすっごい勢いでいっぱい喋った。でも優秀でしたよ。優秀でしたね、最後ね。うん、絶対ね、終わり見えないわこれと思ったけど、うん、まだかろうじて2時間も経ってないもんね。うん、うん、半前ですか。うん、うん、28分、うん、10分くらいだったし、2時間、はい、20分くらいしか経ってない。コールドマン、この人、EBS と近く RV 来てくれて、食べてる。うん。でさ、前回私が聞いたこの人。あ、来ないかな？タイパーさん、某場所の銀行員の一、あ、もっと上だな。あ、もっと上だな。うん、あれ、もっと上だ。すいません、もっともっと上だな。クウェートで湾岸戦争、何も読んでないね。今週もありがとうございます。あ、この辺かな。スピリットさんからかな。お疲れ様です。クウェートで湾岸戦争終結後の自国通、あ、それ読みましたね。これ読んだかな、うんうん、自分の、タイパーさん、ごめんよ、ティアーなんちゃらどうでもいいや。イワショック。あ、俺みたいに、イワショック。北斗の剣。うん、あ、うん、あ、こっからか。そしたらこっちだ。オレンジさん、鳥山さん、天国に行けたかな。なかなかですね。でもびっくりですよ、2日連続で。ねえ、ねえ、今日タラコさん。著名な方が亡くなったですね。昨日は鳥山さん、今日は。うんうん、もう、おはよう、メドベッド。おはよう、メドベッド。本当に痛いです、もう。本当に。北斗の剣。タイパーさん、北斗の剣。今、ショック。じゃあ、お前はもう死んでいるか、だったな。お前はもう死んでいるな。キャットポームさん、うん、米はまたつなぎ予算延期したのかな、ま、早く全部閉鎖すればいいのに。ね、うん。作業区閉鎖やってほしいですね。うん、ましょうよ。バーンとね。うん、TK さん、米大統領選挙やらないと思ってたけど、結局やるの？やらないって言ってるフィルさん。やらないです。
ペッパーさん、自分もどうでもいい。オレンジさん、鳥山さんロスで仕事1週間休むことにしたのは内緒。え、ターさん、こんばんは。久々に間に合いました。鳥山さんもタラコさんも、うん、ローンって推察されてる方いらっしゃいます、ね。わかんない。ちょっと何とも言えないんですよ、そこら辺は。絶対その業界の人たちが関わってないはずがないから、ちょっと、あの、何とも言えません。うん。ゆっこさん、タイパンさん、日本人が知らない世界基準のレートだから、少なく見積もってもドッカンドッカン。うん。本当です。え、ゆっこさん、え、キャットさん、ショーですからね。タイパンさん、フーバーダムはアメリカの話だけど、日本のダムもそうなのか。あ、ダムはほとんど、はい。そういう目的で作られ、人よけのためにそういう目的で作られている、他に何かあったりするかの、うん、ところが多いですね。うん。原発のね。うん。え、タイパンさん、ドラマ、ナイトライダーのナイト財団の移動式記者みたいな。ナイトライダー、ドラマのナイトライダー。さっきのあの、あれかな、あの車ね。移動式司令部の。ゆっこさん、モスクワ行きたい。行きたいね。モスクワ、あの美しいモスクワへ。行きたいね。行きたいです。行ってみたい。え、ジョンソンの顔。あれ笑いますよね。励みになるし。面白かった。ヒデヒデさん、フーバーダムはホワイトハットが破壊予定の悪魔側の、うん、そう34の、34の施設の一つじゃなかった。そうです。おそうそう、素晴らしい。そうです。タイパーさん、わらわら、ストーンヘンジとか、ストーンヘンジとか、なんだっけ、いろいろあの辺と。ユキコさん、フーバーって実はイギリスの名前では違うかな。わかんないです。イギリスっぽいですね、でも名前ね。え、ミライさん、ミルキーの女の子の目あんな感じじゃなかった？ミルキー、あ、ミルキー、あ、ペコちゃんですね。あの、さっきの、なんか上の方見てる目ですよね。あ、いや、多分私その話はあれだと思う。あの、トラさんが投稿した、私が、私がロトフィルさんに似てるって言ったやつ、あれ似てる、確かに。確かに似てる。すごい、なんか、あの、腹話術の人形みたいな感じ出てるね。腹話術の人形。そうかもしれない。かまかま。ミルキーの、0202、ミルキーの女の子のペコちゃん。ペコちゃん。ミカさんのカマカマ読みが受けます。カマカマ。タンさん、フーバーって聞くと、ダム以外に映画に出ていた、スラングフーバー、あ、わかんないです。っていうのはあるの、2つしか思いつきます。あまり知らない。未来さん、ペコちゃん。0202さん、フーバー大統領。とか。知らない。ゆっこさん、タンさん、フーバー研究所。いろいろ。いろいろ。いろいろ。あります。研究所。0203、モスクワ行きたいな、行きたいです。行きたいね。サズナブルさん、フランスの裁判と宇宙軍の証拠でひっくり返ること。フランスの裁判、最近めっきり続報が何もないですね。何も出てきて。なんか忘れた頃に結構浮上してくるからね、まだね、いつもね。はい、忘れた頃にあの、ブランソン兄弟のテレグラムがポンって上がってきて、投稿されてて。ね、忘れた頃に、忘れた頃にね、突如来る、うん、突如加熱してきたりするから分かんないですよ、まだね。タイパーさん、ラララン。0202さん、無制限の無料航空券ってめちゃくちゃやね。めちゃくちゃですよ。それ政府がやってたんですよ。フリーさんも怒るわ。日本にしたら在日の方々にね、そうしてる。そう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 、そういうこと、そういうこと、どこ行くねもう全部動きただみたいな。本当ですよ。もうデモ起こしますね。こんな日本でね。ねえ。ターさん、映画のセリフだと、リカフのマジでバカみたいな意味なので、実はフーバーって名前のつく施設は全部、そんな意味が込められてたから。ああ、そうなんですね。そうなんですね。
そうなんですね。無制限の航空券ね。八福さん、マイク・ジョンソンに次のアカデミー賞を受けたね。ね、本当に役者ですよね。役者ですよね。ね顔芸、顔芸。タイパーさん、日本でもいろいろお金絡みのことあるけど、アメリカもひどいね。ひどいね。同じくらいひどい。うん、日本も負けてない。うん、全然ゼロね。スカレットさんがアメリカの話をよくされてるけど、アメリカもひどいですね。うん。うん、ね。もう日本がダントツ悪いでしょって私たちは思うけど、うんね、アメリカはアメリカで、うん、もうすごいです、ね。そうですね。イクコさん、ひょっとして怒りと目覚めと二重路線じゃないかな。お皿で J は新品の 14%。オレンジさん、フランちゃんもしぶといね。フランシスコちゃん。あね、フランシスコちゃんね。しぶとい。しぶといね。もう風邪長引きすぎですよ。なんか体調悪くて、越見に出ないとか、うん、もうそんな小出しのネタばっかりずっとね。ねもはや先輩なんかもうじわりじわりと、じわりじわりと。もう癌になったりとかさ、もう、ね、もうしてくれよって、ね、なんで風邪なんだよ。インフルとか。ね、ヒデイデスさん、台湾やるんですかね、もうお腹いっぱいなんですけど。やらないっていう話もあるけど、やる手に なってトラさんが止める手になるか、なんか何かかんかありそうですよね。トラさんずっとネクスト台湾って毎回言ってるんでね、あの、ラリーの時に。タイパンさん、国税は基本消費税 14% ですが、地方税がどのようになるか自分は興味あります。ゆっこさん、地方はろくなことしてないからなしでいいよね。ないんじゃないですか。いいんじゃないですか。今日によるならリコールありえるね、うん。オレンジさん、地方税もどうなるんでしょう。あるんじゃないですかね。ありますけど。タイパーさん、スカレットさんの話そうですよね。現在の信託銀行の業務をするような形になるんでしょうね。ああ。うんうん。みずほ銀行。うんうん。杉蔵さん、チェイス銀行、今後新500店舗計画の記事見ました。信託ですね。うん、あ、そうそうそう。何、うん、だったなんかピコって。うん、OBS スタジオ切断されました。再接続中、うん、再接続に成功。あ、OK、OK。一瞬止まったのかな、うんうん、うん。くるくるしてました、こっちも。うん、頼むよ。ヒルさんいないんだから。ヒルさん、行ってほしい。ね、行ってほしいよ。OBS のことを教えてほしいよ。ゆっこさん、2007さん、杉蔵さん。信託なら余計にいい意味で怪しい。自由人さん、おかえり。杉蔵さん、記事に、富裕層向けのサービスと書いてありました。RV 後の信託で間違いない。おお、すごい。すごい。ね。よしよしよし。あ、嬉しいですね。この国タイプ。だから、やっぱり召喚センターでした。うん。うん、ゆきこさん、みずほの個人口座のみ銀行が都内の某場所にできて、できてます。都内の某場所に。オレンジさん、信託ゴールドになるのかもしれません。ね。うん。ゆうこさん、全員が富裕層ですか？富裕層になれる。私たちも。なれるかも。なれるかなぁ、ね。0202、富裕層。みんなが富裕層。そうですよね、全員ですよね。うん、全員が増えるから。うん、値下げ差が来たら、うん、そうなりますね。うん。タイバースさん、ところで銀行はいつまであるんでしょうね。ね、うん。うん。まあ、なくなりはしない
ある一定の業務はずっとあるんじゃないですか、わかんないですけど。そう思います。うん。それと、その長官センターとまた別で、まあ、センターだけでいいような気がする。うん。長官センターになる。うん。0202年。そうそうそう。自閉症枠が原因。うん。そうです。ゆうこさん。某場所のは銀行員が一切関わらないという内容でしたから、いないのでは、うん、銀行という役割なのかは、たまたまなんちゃら機械なのか、はたまたなんちゃら機械なのか。ゆきこさん、アリエルさんとは例の人かな。アリエルさんは、うん、例の人、うん、はい、うん、黒人っぽいアイコンの、うんうんうん、X のいつも長文、超長文を書かれている、うん。八福さん、アリエルがウィルさんを悪く言うのを私も見なくなりました。うん、チャーリーさんのこともめちゃくちゃペソとか言ってますよ。うん、スカイさんのこと。うん、スカイさんのこと。タイパさん、ワンちゃん元気だな。さっき吠えてました。うん、リンゴ大好き。もう私の顔見たら、今日持ってるあれ、みたいな。うん、今日ないの、なんかこれ関西限定かもしれないけど、5511の豚まんがあるとき、うん、ないときみたいなコマーシャルしてる？知らないね、これ関西限定だね、うん、それみたいな感じ。今日リンゴあるよって言ったらすごい嬉しそうだけど、ごめん今日リンゴないんだわって言ったら、あ、すごーいたの。じゃあナッツは、うん、こんなんで仕方ないからじゃあカシューナッツでいいわみたいな、うん、私の顔見たら多分ものにしか見えない。あ、そうやって大体動物はね、始まりはそれです、ね、そうです。食べ物をあげる人にね、懐くから。0202歳、レンアリエルさんはいろんな人に抽象してますね。うん、そうですよ、うん、波動の低い方じゃないですか。うん、私も早いうちから気づいてました。ゆきこさん、前回私が聞いたじゃん、こんな情報流れてるの？メイさん教えて。別のところ。杉蔵さん、ありがとう。杉蔵さん、JP モルガン CEO 発言で、今後 AI で銀行の手作業は 90% なくなる。うん。ああ、なるほどね。素晴らしい。90% AI になる。うん。漁師ね、漁師ですね。うん、ゆきこさん、漁師だね。ゆきこさん、美香さん、かおりさん、本日もありがとうございました。感謝です。ありがとうございます。シャーズナブルさん、今日もありがとうございました。来週こそは7つのトラペット EBS に来たい。来たい。シさん、すごい情報量ですね。感謝です。黄金時代に向けて周波数上げましょう。上げていきましょう。自由人コーチャーさん、今夜も遅くまでありがとうございました。ありがとうございます。まあ、来そうな感じですけど。ね、来そうな感じなんですけどね。来なかった時のために温泉予約しちゃいました。来なかった時のために来た時のためじゃない。来た時のために。来なかった時のために。ね、うん、来た時のために私も温泉予約したいな。まさしさん、初めて最後まで聞けました。ありがとうございます。ありがとうございます。ひでひでさん、3の1の1も注目ですね。そうですね。3の1の1じゃない。3月11日、うん。そうですね。明後日、ね、うん、明日。地震のあれじゃないか、うん、うん、そうですね。そうなんですよ。その数字も結構気になるんですよね。うん、うん、大変お疲れ様です。お疲れ様です。0202で鳥山明さん亡くなったのは3月1日だったみたいです。あ、そうなんですね。ああ、発表が遅かったんですね。みたいですね。うん、そうなんだ。やはり、昨日の発表は何かの意味だったの？だから、なんか意味ありね。うん、そうですね。うん。未来さん、今夜も遅くまでありがとう。よう、愛さん、本日もありがとうございました。ありがとうございました。今度こそ、本当、今度こそ。TK さん、有名人がどんどんなくなってますが、枠でなのか、ロンメルなのか、判別難しい。ちょっとわからないですね。うん、今の段階では。八福さん、次の米国大統領選挙なんてやるわけないと思いつつ、まさか2024年までこの状態続いてるとは思ってなかった。ね、確かにね。
でもさすがに11時まで、11月まではないでしょう、それは。さすがに11月まではないわ。それはないわ。もう間もなくでしょ、3月ちょっと年までかかると思う。思ってなかった。本当に思ってなかった。もう1月15日で全て終わると思う。思ってた。全て全部、あれ全て来ると。もうその前にも何度も何度も今週で終わるって思ったことが何回もあって。ね。今に至る。チップさん、本当に。タイプさん、今度こそ会えないときのためにこんにちは、こんばんは、そして。休み。ハチユクさん、仕方ないですね、それだけの準備が必要だったと思いましょう、もうすぐとは。そう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 、でもやっぱり、あの結局、このおかげで、あのね、長引いたおかげで、あの、うまくソフトランディングになったり、いろいろ、あの、いい部分もいっぱい出てくると思うんで。ユキコさん、くるくるしだした、くるくる。私のもクルクルしてました。うん、あ、本当に。クルクルしましたが、すぐ戻りました。ヨーサさん。ハチンコさん、私の方は未だ音が途切れ途切れ。あらま。あれも。こちらも音が途切れ途切れ。あら。確かに途切れますね。お。アーカイブ聞いてみます。0203。YouTube やり直したら大丈夫。あ、入り直したら大丈夫でした。アーカイブの方は影響出てないのかな。ライブで聞いてる場合だけかな。さっき OBS の接続が、あの切れましたってメッセージが出てた時はクルクルしてました。0203、みかんちゃんのワンちゃんそんなにリンゴ好きやね。そう、リンゴ大好きなの。みかんも好きだけど。もうリンゴがテーブルの上にあるとずっともう隣で待機して、うん、ずっとリンゴを見つめてます。ね、ハチコさん、本当 YouTube のアプリを立ち上げ直したら良くなります。ああ、良かったです。うん、ヒヤヒヤしちゃいます。ヨーサさん、来週来たらライブできないですね。できないことを祈って、ね。ハチップさん、3月11日の旧カウントダウンクロックの終了する午前5時とフィルさんライブの8時までの間に限界、ん？あ、戒厳令始まることを願ってます。私もそう思ってるんですよ。まあ、そこで来ないかったとしても、15日かなって。ね、思ってるんですけどね。ヨーコアルさん、ありがとうございます。ヨーサさん、アプリエラーメッセージ出て強制立ち上げ直しになりました。あらま。あれ、なんでしょう。なんでしょうかね。やっぱこっちの問題だったの。はい、以上です。はい、わかりました。とりあえず、あの、このライブは、勉強会は、うん、RV が来る日まで、ね。そうですね。RV が来たら、うち、ね、一旦ちょっと休憩ですね。はい。で、まあ、あのテレグラムの方はあの、基本的にはあの今みたいなところにはあの接する必要はなくなると思うんですけど、まあ、ニュースとかちょっとお役立ちネタ的なものは時々あの今みたいな頻度じゃないけどあの投稿する感じで続けていくつもりではいます。ちょっとどうなるか分かりませんけど、というふうには思ってます。という X の方と両方は思ってます。どうなることやら。はい、はい、ということで、はい、ジェルジー・ジェルジーさん、ショウさん、ヨーサさん、ユージン・コーチャーさん、ありがとうございます。ありがとうございます。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ハチップさん、今日もありがとうございました。よい、ん、来週16日こそ良い意味でお休みになります。そうですね、来週土曜日、うんうん、土曜日は、はい、良い意味でお休みになりますように。なりますように。なりますように。15日の後だから。だから15日、うん、フィルさんの審査が15日だったら、日本時間の16日だと思うから、うん、ちょうどそのぐらいでなんか会ってくれて、できないわ、みたいになってくれることを願って。願って、うん。はい。はい。じゃあ、そんな感じで。お開きで、はい。はい。お開きましょう。はい。では皆さん、本日も長時間、はい、お付き合いいただき、ありがとうございました。はい、ではでは、はい、おやすみなさい。おやすみなさい。さよなら。はい、じゃ失礼します。おやすみなさい。